し訳ございません、お仕事お疲れ様でした。そしてこれから2つ目3つ目の仕事に向かわれる方もいらっしゃると思います。本当にご苦労様です。ただいまマイクを握らせていただいている私は令和新選組国政政党でございます。国会に5議席衆参を合わせて5議席小さな政党令和新選組の代表を務めている山本が、中本にお邪魔をいたしております。これからですねこの場所をお借りいたしまして皆さんから直接令和新選組代表山本太郎にご質問をいただきたい、通りすがりのあなたにマイクを握っていただきたい、それに対して山本がお答えをさせていただく、そういったやり取りをつかの間させていただきたいと思います。ただし高田が山本太郎ですのであなたからご質問いただいたことに対して答えを持ち合わせていないことも多々ございます。その際にはぜひ皆さんの中でその内容を知っている方がいらっしゃったら山本にシールをつけてやってほしいんです。あなたからいただいた数々のお言葉考え方、そういったものが私たち令和新選組の政策につながることもございます。恥ずかしがらず政治に対して興味があるとかないとか一切関係ございません。頭に浮かんだことをそのままぶつけていただいて結構です。よろしくお願いいたします。で、お時間ない方も大勢いらっしゃると思います。どうかチラシだけでもお手に取っていただければ幸いです。このようなチラシになっております。ただいま配っております。なんて書いてあるか知ってください。日本の現状をと書いてあります。日本という船を沈ませないためには今の日本の状況を確認する必要があります。どうなっているのか、それに対してどんな政策が必要か、私たちの考え方こちらのチラシの方に記されております。どうか冷やかしで結構です。チラシだけでもお持ちください。令和新選組代表山本太郎がマイクを握っております。通りすがりのあなたにマイクを握っていただいて直接山本太郎にご質問をいただくという趣旨でございます。知ってください。日本の現状と書かれてますが皆さんどのように捉えられてますか。残念ながら日本は25年間景気が悪いんですよ。25年景気が衰退し続けている先進国が存在するか、残念ながらございません。世界で唯一先進国の中で25年衰退を続ける国日本、原因は何でしょうか。残念ながら政治です。政治の間抜けな経済政策によって自国民へのある意味での経済制裁、国家からの DV、 それが続いた25年間、それによって格差は開いた。そのような状況の中で今何をやらなければならないのか、私たち令和新選組のぜひですねチラシの方を受け取っていただいたら幸いでございます。皆さんにマイクをこの後お渡ししていくんですが、その前に今日はマスコミの方が来てらっしゃるようなのでマスコミの方に先にマイクを譲っていいですか。すいません、マスコミの方でご質問ある方いらっしゃいますか。じゃあそちらの白いシャツの方。読売テレビの神田と申します。出馬される選挙区なんですけれども、神奈川か兵庫というお話も出てるんですけれども、どうなんでしょうか。どうなんでしょうね。読売さんはどちらだと。どちらかかと。どちらかかと。兵庫か神奈川か、どちらの方が勝てそうですかね。どっちにしても難しいっていうのも答えがあっていいですよ。今どっちにしても難しそうな話になりそうですよ。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。どちらの方がおすすめですかね。いやちょっと難しいです。難しいですか。まあ兵庫になった方が読売さんとしては取り上げてくださるってことですよね。まあまあまあそうなるかもしれない。そうですね、はい、神奈川のことをこちらのメディアでねなかなか取り上げづらいですよね。ありがとうございます。私の選挙区先日山本太郎ですね衆議院議員バッジ外しまして次の参議院選挙に出るという、決断をしました。今お話しいただいたのは山本の選挙区をどこにするのかということでお話をいただいたところでございます。全国には魅力的な土地がたくさんございます。当然ここ大阪もそうです。それだけじゃなくて兵庫もそうです。私兵庫出身ですからそこから出たいという気持ちは確かにあります。けれどもここは現実的にしっかりと見極めなきゃいけない。つまり、ね、一か八かというのはなかなかやりづらいところだというふうに感じています。ごめんなさい、はっきりとここですってことが今言えなくてありがとうございます。
令和新選組代表山本太郎、皆さんからご質問いただいたことに対して山本がお答えをさせていただく、そんな企画でございます。通りすがりのあなたにマイクを握っていただきたい。ただし、あなたからいただいたご質問に山本が答えを持っていない、そんなことも多々ございます。その際にはぜひその内容をご存知の方がいらっしゃったら山本に知恵をつけてやってください。お時間ない方、どうかチラシだけでも受け取っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。他にメディアの方いらっしゃいますか？メディアの方の後に、皆さんにマイクをお譲りしたいと思います。じゃあそちらの方朝日新聞の向井と申します。今さっき の質問の関連なんですけれども、以前、5月中旬ぐらいにはですね、表明したいということでしたけれども、そのスケジュール感は特に変わってないでしょうか？ありがとうございます。5月の中旬ぐらいには私の選挙区を発表するというような、計画ですね。それは特には変わっておりません。ちなみに朝日さんが思われる中旬っていつからいつまでぐらいですか？今ちょうど今入った頃ではないでしょうか。中旬のケツっていつですか？20日ぐらい。20日ぐらい、分かりました。頑張ります。ありがとうございます。はい、20日までにということなんでしょうか？目処としてはというところですね。何しろライブですから、生ですから、そこは動く可能性はありますが、今の時点での、考えとしてはそういうことです。ありがとうございます。他にメディアの方いらっしゃいますか？令和新選組代表山本太郎にご質問いただいております。ではそちらの方どうぞ。フランス店の及川です。水道橋博士から反維新タイガースのクリーンナップと指名され、六甲おろしならぬ、維新おろしを歌っています。質問4つあるんで、2つずつ、質問していきます。松井市長は、身を切る改革の結果、定価280万円する腕時計オーデマピゲロイヤルウォークを普段身につけています。今週火曜日、つまりおととい、松井さんにそれがの、280万円するロイヤルトークですかと聞いたところ、下水質問するなと、お怒りでした。下水のは質問した側か、これ見よがしに280万円の腕時計をしている、松井一郎さんでしょうか。ご見解を伺います。2点目の質問です。身を切る改革を実践中の吉村博文大阪府知事はホームページに載っている府の資産公開条例によると、オークションと呼ばれる分譲マンションを2つ、一戸建て住宅を1つ持っています。身を切る改革とは維新にとっては、身を肥やす改革ではないか、山本代表のご見解を伺えればと思います。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎、中本にお邪魔をいたしております。皆さんから直接山本太郎にご質問をいただきたく、ここに参上してまいりました。通りすがりのあなたにマイクを握っていただきたい、そういう企画でございます。答えられないときごめんなさいね。その時は誰か助けてくださいという立て付けです。でご質問いただいた、まずはジャーナリストの方ですね。大阪維新の松井市長が身につけられていらっしゃる腕時計が280万円するもの、はい、オーデマピゲってことなんですけどね。いや、オーデマピゲが似合うような大人になりたいな昔はそう思いました、芸能人の時代は。でも今はG-SHOCKです。その G-SHOCKさえつけてません。そんな私ですけれども、このことについてどう思うかっていう非常に下水質問ありがとうございます。松井さんがですね、自分のお金をどう使おうと、
自由だと思うので、そこに対してのコメントは特にないです、はい。オデマピケが似合うかどうかっていうのは話は別ですけどね、おそらくお似合いになるでしょう、ね、高級感漂うというようなねものがぴったりくるんじゃないかなとは思うんですけど、はい。でもう一つお話いただきました、吉村知事が、吉村知事をはじめとする大阪維新の会というところは身を切る改革ということをずっと言ってるけれども、身を切っているのは自分たちではなくて人々の方の身を切っているんだということはおそらく多くの方々って感じていらっしゃるかもしれません。一方で吉村知事が、億ション億を超えるような物件ですね、億ション2つ持ってて、すごいですね。で、一戸建ても一つ持ってる、そのことについてどう思うかって言われたって、それ個人所有の資産ですから、私からどうこう言うような立場にはないですよね。一言で言えば羨ましいねっていうことぐらいですかね。いいですね、儲かってますねとしか言いようがない、まあそういうことなんですけど、まあできればですね、それぐらい景気、まあ、景気良さそうですよね。オークション2つ持ってて一戸建ても持ってる、フェラリーも乗ってるなんて最高じゃないですか。それぐらい景気のいい波が大阪に来たらいいのになとは思うんですけど、残念ながら維新では無理だ、私はそう考えてます。理由は何かってことなんですけど、ちょっと皆さんにデータをもとに検証させていただきたいと思います。こちらです。大阪って成長したんですかね。大阪という場所で政治を行う者たちはどうやら、かなり羽振りが良さそうだという話は先ほどの記者さんの方からありましたけど、一方でその大阪に住む皆さんにとっては羽振りがいいという状況にあるのかってことをちょっと見ていただきたいと思います。はい、こちらのポスター2019年大阪維新が作ったポスターなんですね。何と書かれているか、大阪の成長を止めるなと書いてあります。すごいいいですね、このスローガン。ワクワクする、そうだそうだって言いたくなるけれども、このスローガンを使っていい人とダメな人と2種類いるんですね。使っていい人はどんな人、大阪を確かに成長させた人。使ってダメな人はどんな人、大阪を成長させていないのにこういう文言を使う人、詐欺ですね。じゃあこの維新という存在はこの文言を使っていいのか悪いのかってことを検証していきます。こちらです。まず見ていただいているのは県内実質 GDP、 その推移です。何のことやらわからない、そう思われた方のために簡単に説明します。 GDP って何ですか。みんなの儲けを足したものですね。あなたの所得、みんなの所得を足したのが GDP。 一方でそれを県内で見ていく、県内の所得を合わせたものが県内 GDP、 その推移、2006年から2018年までの間比較してみましょうかってことなんです。どこと比較しましょうか。滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、あと全国平均です。大阪どこにいますか。大阪一番下なんです。つまりは何か、滋賀県に負けて、京都府に負けて、兵庫県に負けて、全国平均にも負けてる。県内実質 GDP、 大阪府内のみんなの儲けを集めたとしてもさまざまなところに負けてしまっているっていうのが大阪の実態。つまりは何かって、大阪の成長を止めるな、そんな言葉あなたたち使っちゃダメですよってことなんです。じゃあ何て言えばいいの、大阪の成長をさせなかったのは私たちですっていうことを書かなきゃいけない。本当だったら申し訳ございませんっていう謝罪ポスターにしなきゃダメなぐらいの影響ですね。はい、他でも見ていただきます。こちらです。1人当たり県民所得の推移、比較するのが滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、全国平均。これで見ると大阪どこにいますか。2006年から2018年の間、赤い色が大阪、つまりは下なんです、一番下。つまりは大阪は滋賀県に負けて、大阪は京都府に負けて、大阪は兵庫県に負けて、大阪は全国平均にも負けてる。これが実態なんです。大阪の成長を止めるな、ひどいでしょ。いや維新になってから大阪なんか勢い出てきたでって方、冷静に考えて、どんな勢い出てきた。地下鉄のトイレがきれいになってな、こう勢いありますな。天王寺公園がきれいになりました、それは勢いあるわ。金の屋形船が、それは勢いあるね。でも一番出さなきゃいけない勢いはそういったものではなく、一人一人の所得が上がっていくような
政策を打っていかなきゃいけない。じゃあ大阪の中で経済政策を打っていく一番効き目がある先はどこだって考えたら何だと思います？カジノですか？違いますよね。中小企業なんですよ。 99.7% 中小企業、そのうち労働者、全労働者のうちの7割雇用されているのが中小企業。この国の屋台骨、大阪の屋台骨、この大阪の屋台骨の中小企業に対して維新さんどんなことやってきたかってことなんですけど、身を切る改革でございます。自分たちの身は切らないけれども中小企業の身を立っていく、そういうことをやってきたのが維新なんですね。はい。例えばですけどこちらご覧いただいたら、中小企業の振興予算、中小企業の振興予算、2007年度から見ていくともうすでに 90% 近く予算を削減してしまっているのが大阪なんです。ひどいでしょ。これが大阪の実態。テレビ見てたらよう出てきはるわ、吉村さんイケメンやなとか、松井さんかっこええわ、そういう話で盛り上がるのはいいけど、実態分かってる？ひどいことになってるよ。これを作り上げたのは誰か。私は先般の一人がメディアだと思ってます。こういった実態をちゃんと伝えてるか、なかなか伝わらない。だからこそ皆さんにはしっかりと考えていただきたい。テレビって洗脳する箱ですからね、刷り込むための箱ですよ。そういったことを勘案した上で大阪をどうしていくべきなのかってことをもう一度みんなで考えていきたいということでございます。今大阪ではカジノ、これがもう前に進もうとしている。でも待って、大阪のカジノってみんなのお金、公金、みんなのお金、公金を1円も使わずにやるよということを言ってきたんです。でもこの数ヶ月の間で手のひら返し、皆さんへの負担は1500億円もうすでに超えてます。そしてこの先もどんどんその負担が増えていく可能性が高いようなカジノ事業者との間でひどい契約が結ばれていることを考えれば、この先も負担は増えていく可能性非常に大です。一回立ち止まった方がいいんじゃないですか。カジノ最初との約束が変わってるんだからってことですね。そこに対して一つ方法があります。何か、みんなで住民投票をやりませんかという話なんですね。署名用紙持ってはるんですか、そちらの方。署名用紙持ってる、ありがとうございます。これを法定署名、ちゃんとした署名で15万筆集めれば大阪府議会に対して住民投票をやりなさいよってことが突きつけられるんです。今大阪府民の皆さんがその署名を集めていらっしゃいます。今あちらの方にのぼりをお持ちの方がいらっしゃるんですけど、もし帰り際よろしければあなたの一筆ぜひお力貸してください。15万筆、この署名が集まれば住民投票に持ち込める可能性が高まる。住民投票になるとなればどうなるか、カジノに賛成している人も反対している人も自分の意思を示せる。別によく分かりませんという方に対してもマスコミが情報を提供しなくちゃいけなくなる。つまりは一回立ち止まって大阪のみんなで考える時間ができるわけですね。ぜひお力をお貸しいただきたい。署名を、住民投票の実現をということで署名を集めていらっしゃる方がいらっしゃるので、お帰りの際にどうかあなたの一筆でお力を貸していただきたいというお願いでした。ごめんなさいね、質問いただいたのに随分長い時間を使って返答させていただきました。そちらの方もう一度、もう一回ですか、マイクを。フランスでの及川です、ゴールデンウィーク中から大阪に来てたんですが、質問2点、せっかくカジノのことを、言及されたんで、カジノについてまず伺います。松井市長は IR の建物には税金1円も投入してないと言ってますが、夢洲の土壌改良などには1兆円公金を投入したとおっしゃった。南海トラフ地震が2026年までに起こる確率は政府によれば 70%、 大阪の火事開業、大阪カジノ開業予定は2029年、カジノが開業するまでに、南海トラフ地震は来ないでしょうか。まあこれは予測になりますけども、山本代表のご見解を伺いたいと思います。
2つ目の質問が、今井絵理子参議院議員は聴覚障害者に配慮した透明のマスクをしてます。マウスフィールドとは違い、安全性はアメリカ政府公認です。山本太郎さんの お顔を見たい方もいらっしゃるでしょうから、あと矢端愛さんもここにいらっしゃるので、聴覚障害者用のアメリカ政府公認のマスク、日本だとユニチャーム、まあ、ネットでも聴覚障害者マスクで検索すればいくらでも買えますけども、今後透明マスクをするおつもりであるか、以上で終わりです。質問2点です。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎、中本にお邪魔をいたしております。皆さんからご質問いただき、それに対して山本がお答えをするという取り組みです。この後通りすがりのあなたにマイクを握っていただきたいと思います。ジャーナリストの方からご質問いただきました。ありがとうございます。今井絵理子さんが、聴覚障害をお持ちの方々に対して表情や唇の動きが見えるようなマスク、透明の、フェイス、シールドみたいなものを使ってらっしゃると、これ非常にいいことですね。私たちもそれ真似する必要あると思います。はい、自民党の悪いところは真似しませんけど、いいところは、まあ、悪いところって何かって言ったら、まあ、封筒の中に20万円入れて総理です、総理からでございますって渡したとかね、そういうことは真似しちゃいけないんですけれども、一方でそのようなね、多くの方々に対して確実に情報を提供できるような、やり方といいますか、そういうような合理的配慮というものは私たち率先してやるべきだったというふうに思います。情報ありがとうございます、はい、でもう一つお話いただきました、夢島でカジノを作るらしいけど、できるのが2029年とおっしゃいましたか、はい、ありがとうございます。でも、予測では、地震の予測では南海トラフというものが2026年に来るのではないかと、確率は 70% という話ですね。それに対していつ来ると思うかというようなですね、私に質問いただいたんですけど、私は預言者ではありませんということが一番の答えかなと思います。ただしその2026年までの間に 70% の確率と言われたとしても、それが前倒しになる可能性もあるわけですね。もちろん後ろ倒しの可能性もありますけど、つまりは何か、いつ来るかわからないけど確実に来るということで備えなきゃいけない。そう考えたときに、皆さんのお金を投入する先がある意味でカジノ事業者に対して忖度をし続けるようなお金の出し方でいいのか、一方でそのような大型災害がやってきたときのためにみんなの命を守れるようなものに使う方がいいのか、これはしっかりと議論していく必要あると思います。そこに対してしっかりと議論させていく方向に向けるためには、これ大阪府民の力が必要なんですね。住民投票、カジノは住民投票で決めませんかと、賛成している人、カジノいいじゃないかという人は丸すればいいだけ、いやカジノどうだろうそう思う人は×にすればいいだけ、それぞれの意思を表明するとともに、そこに対して関心がない人たちにいろんな情報提供をマスコミから行われた上で、みんなが考える時間を持とうという、カジノに対してですね、住民投票をしましょう、15万筆集めましょうという動きがあります。そちらに上りを持たれている方がいらっしゃいます。お帰りの際、20秒でもお時間があればですね、あなたの一筆でどうかお力を貸していただきたいということでございました。ありがとうございます。他ジャーナリストの方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。補足で、おまた喋りたい、わかりました。じゃあもう東京からね、フリージャーナリストの方がせっかく来てくださってるので、すいません、もう忖度ですよ、忖度です。これは忖度されてすいません。フランス店の及川です。松井一郎市長は、IR の建物には税金1円も投入してないし、これからもしないと言ってますが、夢島の土壌改良などには、令和新選組が言ってる額より多くて1兆円ぐらい、投入してるそうです。それについてのご意見をお願いします。以上です。ありがとうございます。まあ、非常に詐欺的な振る舞いだなというふうに思います。例えばですけれども、これまでどんな発言をしてきたかってことだけ皆さんとちょっとシェアしたいと思います。大阪維新が、要は松井市長や吉村市長が、いや市長じゃない、知事がですね、どういうことを言ってきたかってことですね。ちょっとおさらいのためにスライドの部分だけいきましょうか。
IR の建物には金は使わんぞ、みんなの金は使わん、建物にはな、みたいな、後付けなんやねんってあるんですね。で、記者の方が言われるの話からいくと、土地には1兆円ぐらい使ってると、まあ、とんでもない話ですね。みんなのお金、カジノに公金をいくら投入するんですかってことなんですけど、松井知事2016年にはこれだけははっきり言っておきます、 IR カジノには一切税金使いません、そういう話なんですね。あれは建物の話や、土壌は別や、とこれ通用します。はい、2019年にも IR に公金投入しませんとおっしゃってるんですね。いや、あれは建物の話や、土地は別や、これ通用します。松井市長、2020年、事業者がお金を払って建ててくれる、市は家賃もらうだけ。他にも2021年、知事は IR は民設民営事業なので公でお金を出すものではない、建物にはな、土地は別、そんなの通用します。難しいでしょ。いや、ちょっと今私が勝手にこれ作ってきたと思われたらダメなんで、皆さんには映像で見ていただきます。リミックス、リミックス、2つ目です。お、音楽好きじゃね。はい、今探してるところです。ありがとうございます。じゃあ見てください、本人たちの肉声です。特定のこういう政党はよくカジノに税金使うと言いますけど、カジノに税金は一切使いません。これは民間が投資する話なんで、皆さんの税金が、IR、カジノ、カジノ、カジノって言いますけど、これ統合型リゾートですから、特定の政党がこういうね、もう間違った情報をルフしてますけど、これだけはっきり言っておきます。IR、カジノには一切税金使いません。カジノには一切税金使いません。カジノには一切税金使いません。よくこれ勘違いされるんですけど、IR っていうのは民設民営事業ですから、この1兆円規模の投資というのも、なんか民間が出すお金になります。何かこの公でお金を出すものではありませんので、まあ、そこはちょっと、補足して説明しておきたいと思います。よくこれ勘違いされるんです。よくこれ勘違いされるんです。勘違いされるんですけど、何かこの公でお金を出すものではありませんので。役所の周りにね、よくデモ隊来るんですよ。カジノをやめて福祉に回せ言うてね。違うんですよ。カジノをうまく利用して儲けて福祉に回すんです。要は IR に公金投入しません。うん、この辺も今ね、また署名活動やってますから、皆さん間違って署名しないようによろしくお願いしておきます。違うんですよ。IR に公金投入しません。違うんですよ。違うんですよ。IR に公金投入しません。違うんですよ。ありがとうございます。ね、言ってるでしょ、がっつり。ね、違うんですよ、もう何もないと。がっつり金出すってことだけ決めちゃってるっていう、ひどい話なんですよ、これ。大阪の皆さん、本当にかもられてますよ。かもられてる。カジノなんて乗っかったらえらいことになってまう。カジノそれでもやった方がいいって人は、その人の考え方だから否定しません。一方で、これ立ち止まった方がいいん違うか。もう一回みんなで考えてみようや。それって重要ですよね。そのためにはどんなやり方があるかって言ったら、住民投票に持ち込むことなんですよ。住民投票に持ち込まれれば、これまで皆さんが聞いたことがなかったようなカジノに対するリスク、大阪がどれくらい負担をするのかとか、それだけじゃなくて、カジノによって地域がどうなるのかっていう問題に関してまで、マスコミは一斉に報道をしなければいけない体制になります。今まで知らなかったけど、新しいことをみんなが知っていけば、このカジノっていうものに対しての考え方っていうのは、それぞれ意見を持つようになると思うんですね。政治が決めたからもうそれしょうがないやんって言ったら、もうむちゃくちゃにされますよ。一回立ち止まって、みんなでこれ考えないか。そのためには15万筆の署名が必要になる。法定署名です。ぜひあなたの一筆でお力を貸していただきたい。そちらに上りが立っています。都名をカジノ住民投票の実現をと、大阪府民の方が15万筆の署名を集めるために活動してくださってます。どうかお帰りの際に、あなたの一筆、あなたの30秒ぜひですね、一筆お力を貸していただきたいという案内でございました。ありがとうございます。まあひどい話や、ほんまにひどい話。でもまた今なら立ち止まれる、その時間をみんなで作りませんか、というお話でございました。
さあ、令和新選組代表山本太郎、マイクを握っております。これからですね、通りすがりのあなたにマイクを握っていただき、山本太郎に直接ご質問をいただく、そのような、取り組みをやってまいりたいと思います。ただし、あなたからいただいたご質問に山本が答えられない、そういうことも多々ございます。山本の勉強不足の際には、ぜひあなたが山本に教えてやってください。私も山本もあなたもわからないということであるならば、その他の方々でご存知の方がいらっしゃったら教えていただく。あなたからいただいた様々なお言葉、考え方、それが私たち令和新選組の将来の先々の政策につながっていくこともありますので、どうか恥ずかしがらず、友達とカラオケ行くような気分であなたの声を聞かせていただければ、そう思います。で、皆さんにマイクを渡す前にですね、一人だけゲストを紹介させてください。私たち令和新選組の仲間です。今年の6月22日から参議院選挙が始まりますが、ここ大阪で私たち令和新選組の看板を背負って立候補をしてくれる予定のものを紹介させてください。八幡愛と申します。八幡さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。令和新選組の八幡愛と申します。次の参議院選挙7月にある予定なんですが、そこでこの大阪の選挙区で戦う予定となっております。今日ですね、私チラシ配りをしておりましたら、珍しくテレビ局の方が来ていらっしゃってですね、まあ使われるかどうか分かんないんですけど、インタビューを受けたんですね。で、この大阪選挙区、八幡さん立ちますけども、野党乱立してるけどどう思いますみたいなこと言われて、どう思いますも何もやるしかないんですよ。で、普通に考えて、いやもう与党がいっぱい座ってるんだから、一席でもいいから野党共闘して上に行かなあかんやろって思うと思うんですけど、もうなんかそんな状態じゃないんです、皆さんご承知の通り。で、この今参議院議員って8人いるんですね。大阪府を代表する8人。で、その8人に1人も野党がいないんですね。あ、維新さん野党じゃないですか、これは確認しておきたいんですけど。で、そこに必死でもう1席でも2席でもみんなで協力して取り合おうぜっていう感じではない。だからといって私たち超弱小政党ですが、手を挙げないわけにはいかない。で、私は戦うと思って決意をして覚悟を決めました。で、この後ですね、その令和新選組はどういう政策をやるのか、主に積極財政、この今しんどいこの国の政策、経済政策を変えていくっていう話がどんどん出てくるかと思うんですが、まず私自身の話をしたいんですけど、先日うちの令和新選組の参議院議員、木村英子議員の国会質疑を傍聴しに行ったんですよ、参議院議員会館に。で、そこはこの、国土交通省の委員会だったんですけど、災害が来た時に障害者の避難経路とかそういうのをちゃんといろんな鉄道によってやってくださいよ大臣みたいな話だったんです。で、私には重度障害の友達とかもいるから、まあ、確かに、ね、車椅子もいろんな種類があって、その電動とかになると200キロぐらいになるので、まあ、気にはなるところなんですよ。で、ああ木村さんいいこと質問してくれたなと思ったら、私の目の前にいた参議院議員男性のね、2人がまだ質問してるのにずっと喋ってるんですよ。で、しかも喋ってるだけじゃなくて談笑してるんですよ。笑い合ってこそ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 、で、こっちに会話の内容聞こえるぐらいのレベルで談笑してるんですよ。と思って、で、パッとその横見たらめっちゃ寝てるんですよ。私すごい傷ついて、もう悔しかった。私普段は割とまだ若輩者、34歳、政治の世界では若いと言われる、なんかまあね、先輩方にいろいろ聞いてってこう遠慮するところもあるんですけど、その姿見たらもうあかんと、その席譲れと思って、もうこれはやる気ないんやったら私にその席座らせてくれて本気で思ったんですね。だから手を挙げないわけにはいかない。ぜひ皆さん機会があったら傍聴行ってみてください。ふつふつとやる気がみなぎってきますので、まあ、そんな感じで令和新選組としてこの大阪で本気で、変えていきたい。愛のある大阪、 IR はいらん、愛のある大阪を目指したいと思っている八幡愛でした。嬉しくした。ありがとうございます。令和新選組からですね、6月22日から始まる参議院選挙、令和の看板を背負ってここ大阪から、選挙に出る予定候補者でございます。八幡愛と申します。どうか顔と名前を覚えていただければ幸いです。ありがとうございます。さあ、マイクも変わりました。令和新選組代表山本太郎と申します。中野津にお邪魔を満たしております。お仕事お疲れ様でした。3つ目の仕事に向かわれる方もいらっしゃると思います。本当にご苦労様です。今日はですね、皆さんに
通りすがりのあなたに直接マイクを握っていただき、頭に浮かんだことを直接山本にぶつけていただくというような企画のために、マイクを握っております。山本が答えられないときは誰か助け舟出してください。そういうスタイルでやってまいります。お時間ない方はチラシだけでもどうかお手に取っていただければ幸いです。さあ、どなたかいらっしゃるでしょうか。直接ご質問いただける方、じゃあそちらの方。まず、資税とガソリン税、それと、まあ、自分的にギャンブルも、カジノも、一緒を求めるんですけど、その3つ、まあ、自分、この体で結構、じっとしとらんタイプで、船舶免許も持って、クルーザーも乗りに行くんですけど、クルーザーとか車も見に行くんですけど、クルーザーの値段もさっきの280万の時計どころの話じゃないと、まあそういうものを買える人もすごい数字で払ってると思うんですけど、そういう人に対して、その数字で反対の声をもう少し上げり広められやんかというのと、ガソリンで、なんか、プリウスみたいな、エコーカー減税ばっかり優遇しやがって、30年ぐらい古い車乗ってる人が、ガソリン税もそうですけど、その、重量税とか、エコカーのせいで、その古い車の税金が上げられてるんですよ。その税金を上げられて、金利だとか言うとる人の声をもうちょっと広めるにはどうすればいいのかっていうのと。ありがとうございます。基本的には1分の質問で皆さんまとめてくださいというお願いをしております。ありがとうございます。ご発言いただいて、令和新選組代表、山本太郎と申します。中本ずお邪魔いたしております。皆さんから直接ご通行中のあなたにマイクを握っていただいて、直接山本に質問をしてください。それに対して山本がお答えをいたします。そういうやり取りです。答えられないときごめんなさいね。その時には誰か助けてください。そういう形でやっております。お時間ない方はどうかチラシだけでもお持ちください。まず最初にご発言いただいた方、ありがとうございます。大きく分けて2問いただきました。消費税について、そしてもう一つはガソリン税について、この2点ですね。で、私たち令和新選組は消費税を廃止と言ってます。消費税廃止やってアホちゃうかあいつら、そんな無理に決まってるやん、そう思われる方結構多いんです。だってもう何十年にもわたって当たり前のようにね、払い続けてる税金が消費税なんですよ。おそらく今日朝自分の家で目が覚めて、今日この場所にたどり着くまでの間に、ほとんどの方々が一回は物を買いますよね。コンビニ入ったりとか何かしら買う。自分が物を買うたびに、消費するたびに取られる罰金が消費税なんですよ。どうして消費税皆さんそんなに払い続けてくださるんですか。なぜ消費税が必要だと皆さん思われますか。ほとんどの方々は社会保障のためだろ、みんなで支え合わなきゃいけない、社会保障のために消費税は必要、多くの方々がそう思っちゃってる。どうして思っちゃってるっていうかって言ったら、事実ではないからなんです。消費税とはあなたの社会保障とも、消費税とはあなたの老後ともほぼほぼ関係のない税金なんです。じゃあ消費税誰のために取り続ける必要があるかってことを知っていただきたいです。出ますか。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎、テレビ新聞では流れない消費税とは一体誰のために集めているお金なのかという話をしております。今画面に出ましたこちらのグラフ何でしょうか。1989年、左側消費税 3% スタート、 3% でスタートした時、一番右側2016年、この期間の間の税収が増えたものと税収が減っていったものに分かれます。青が増えた部分、減ったのが赤、
増えたのは何でしょうか。消費税収です。減ったのは何だろう。減ったのは法人税収。つまり何かというと、法人税下げるために消費税上げ続けてる、そういう仕組みなんです。もっと言うとこういうことになります。消費税収の約 73% が法人税収の減少分の穴埋めに使われている。あなたの社会保障やあなたの老後のことにはほぼほぼ関係ないのが消費税だ。消費税上げれば法人税下げられる。どうしてそんなことを政治で決めるかって、そういった政治を応援しているのが大きな企業だったり資本家なんですよ。自分たちの利益を大きくするために政治をコントロールしてるんです。組織票、企業研究、いろんなもので自分たちの子飼いの議員たちを議会に送り込む。それが半分以上になればどんなルールも変えられて、どんなルールも作れる。それに成功してるんですね。バカみたいな話でしょ。 10% ですよ。あなたが1万円のお買い物をしたら1000円取られるんですね。この1000円取られなかったら、1万円買い物して浮いた1000円であなた何します。そのまま置いとくもあり、帰りに何かご飯食べるのもあり、友達とお茶するのも OK、 新しく本も買える。そういうようなお金を回していくことこそが本当の経済なのに、景気が悪くなるたびに消費税上げていって、消費税上げるたびに法人税は下がっていって、消費税の影響により経済は衰退し続けるっていう現実を25年以上続けているのがこの国なんです。結果どうなったか。25年間衰退し続けてます。経済が25年衰退し続けるような間抜けな国家は日本しかないんですよ。どの国も成長して、どの国も賃金上がり続けてるんです。こんなバカな話ないでしょ。一部の者たちだけを得させるために多くの人たちを犠牲にする、絞り取る、そういう国家作りを数十年続けられたらどうなるかって言ったら、当然首締まりますよ。そこに加えてコロナの根詰まり、そして戦争まで起きている。それによって物価は上がってってる。日本国内は景気が悪いまんまですから、物価は直接すぐには上がらない。逆に外から入ってくる様々なものが物価が上がっちゃってる。ガソリン、穀物、当然国内に入ってきたらこの石油はプラスチックに変わったりしますから、国内でそのプラスチックを製造されてそこから商品に変わっていったら、その分値段オンされますよ。値段上がる。穀物だってそう、国内の中に入ってきてそこからいろんな商品に変わっていくわけだから、輸入がきっかけで上がってきた物価そのまま国内でも上乗せされていかなきゃ事業者持たないからね。でも皆さん考えて、みんなの賃金上がってないんですよ。下がり続けてんの。賃金下がりっぱなしで物価だけ上がり続けて楽な人いる？いない。じゃあこんな時どうすればいいか。国が上がった分を吸収するような政策が必要。その一番てきめん、効果てきめんといえば何かったら消費税なんです。少なくとも廃止、それが無理なんだったら減税は絶対なんですね。それをやらなきゃこれこう余計悪くなっちゃう。でガソリン税もそうです。ガソリンって様々な税金かけられてますよね。でガソリン税ってものがあるんですけど、このガソリン税ってものを半分にしようぜっていうのがトリガー条項。これ国民民主党みたいなところが中心に言ってる話ですけど、半分ってなんやねん、またケチくさいこと言うて。半分で追いつくわけないやん。ガソリンの価格が上がれば当然首締まるの誰かって言ったら、一番は輸送業ですね。運送業、運送に対して余計コストがかかるってことは、皆さんが手にする商品の値段も上がっていくことのきっかけになりますよ。じゃあガソリン税どうするかって言ったら、ゼロにしたらいいんですよ。ガソリン価格が安定した時にその値段をまた変動させればいいだけのことです。どうしてそれやらないの。逆に言ったら、この国に生きる人々に政府から経済制裁を続けているような状態が30年続いてるんですよ。たとえそれがコロナ禍であろうと、たとえ戦争が始まろうと関係ない。はっきり言えば棄民政策に近いですよ、こんなの。いい加減にしろと。国内の状況ではなく外的要因をきっかけに物価が上がっていってるんであるならば、物価が下がる、もしくはそれに対して補助されるようなことをやっていかなきゃいけない。例えば消費税の減税、例えば現金の給付、そういったものを組み合わせていきながらやっていかなきゃいけないっていうのが本当の経済政策。
その先頭に立たせてくださいと私たち令和新選組が言っております。いやいやいや、先頭に立つも何もお前ら今5人しかおらへんやんか。先頭もクソも何違うのと思われた方、違うんですよ。私たちが旗揚げされたのは2019年春なんですね。この2019年の間に消費税減税、そんなキーワードほとんど出てこないんです。それ以前に国会で私参議院議員として言ってきましたけど、国会の中で永田町の中で消費税を下げるべきだっていう議論はもうほぼ下火だったんです。でも政党立ち上げて政党になって、グループ立ち上げて政党になって、今は5人なんですね、3年の間に。その間消費税廃止だ廃止だって揺らし続けることによって、今やもう夏の参議院選挙に向けて多くの政党が消費税減税言い出してますよ。つまりは何か、消費税廃止だという一番大きな目標で揺らし続ければ社会状況を見て他のところも影響を受けるんですよ。これ非常に重要なことなんです。減税ではなく廃止、それを私たちは徹底的に求めていきたいと考えてます。そしてガソリン税も下げるべき。すいません、他にも質問いただきましたけど、中心的なことだけお答えさせていただきました。令和新選組代表山本太郎と申します。お仕事お疲れ様でした。これからお仕事に向かわれる方、本当にご苦労様です。あなたからのご質問、直接山本が答えさせていただきます。通りすがりのあなたの頭に浮かんだことをそのままぶつけていただきたい、そういう気持ちでマイクを握っております。答えられないときは誰か助けてください、そういう立て付けです。お時間ない方はチラシ、今ボランティアの方が配ってくださっています。ボランティアの方、よろしければ配っているチラシ頭上に一度上げてもらえますか。頭上にチラシらしきものを掲げた人がいれば、その人からチラシが受け取れます。どうか冷やかしで結構です。チラシだけでもお持ちください。さあ、続いてご質問いただける方いらっしゃいますか。どうでしょう。じゃあ、こちらのギリギリのところにいらっしゃる方、そのまま手を挙げて、そのまま手を挙げて、マイクをフォローする人が見えるように。ありがとうございます。すいません、マイクありがとうございます。素早く3つ質問あるんですけど、消費税のこのからくりが、この国民の母体でもある国民から抜き取って、絞って抜き取って資本化みたいな図式っておっしゃってたじゃないですか。それを、土台が弱るじゃないですか、それしたら、その国民がね。で、なんていうんですかね、国債吸って資本化にっていうことはできないんでしょうかね。なぜこういう国民から吸い取ってっていうやり方を搭載しているのかっていうことがまず一つと、でこの参院選終わってから3年間自民党が継いだときに、抗い方というか、その無茶ないろいろしてきたときの抗い方を教えてください。あと参院選のスタイルを、参院選の投票スタイルを教えてください。お願いします。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。中本にお邪魔をいたしております。皆さんから直接山本太郎にご質問をいただきます。それに対して山本がお答えをさせていただく、そのようなやり取りです。答えられないとき誰か助け舟出してください、よろしくお願いいたします。お時間ない方はチラシだけでもお持ちください。これはマスクつけてなかったら楽屋はしゃべんの。でも閉じますね。はい、ありがとうございます。というわけでですね、ご質問いただいた方ありがとうございます。まずはですね、例えば消費税、景気悪い時に消費税上げたらどうなる。当然経済弱ります。経済弱るってことはどうなる。この国に生きている人たちはさらに弱ります。国家が衰退するような政策をわざわざどうして連続して打ってきたわけですか。それって引いたら国のためにならないよね、そういうお話でいいですか。ご質問していただける方いいですよね。ありがとうございます。ごめんなさい、もうほとんど独り言になってるので、毎日押してもらえます。国民からわざわざ吸い上げる理由を、73%をなぜ国民から吸い上げて、国債吸れるってよく言われてるじゃないですか。国債吸って資本家にやったらいいのに、なぜ国民をわざわざ吸い上げて、いわゆるこの国の土台を弱らせるのかの意味がちょっと教えてほしいです。はい、究極には分かりません。なんでそんなバカなことやるのって。でよく多分国債発行のことについてご存知の方だと思うんですね、おそらく今の話の筋から言うと。でも多くの方々にとっては国債発行イコール悪、
政府の借金イコールみんなの借金、政府が借金すればするほど私たちの肩にのしかかる、その借金が増えていいことなんてないでしょ。孫の世代に首が締まるようなことするべきじゃないって方いらっしゃるんですけど、ごめんなさい、それ全部間違ってるんです。どうしてテレビ新聞本当のこと言わないの。山本ドラがそんなこと言ってることが本当だったらとっくにテレビ新聞から知れてるはずでしょ。そう思われた方いらっしゃるかもしれないけど違うんですよ。テレビ新聞は商業主義にのっとってるから、何かしら企業側に不都合があったりとか、それだけじゃなくて国家権力に対して歯向かうようなこと絶対しないんです。例えばですけど財務省に対して歯向かうってことは何が起こるかって言ったら当然国税とか来ますよ。国税無敵です、毎年来ても OK っていう方いらっしゃいます。多分一人もいらっしゃらない、できれば一生お会いしたくないですよね、国税の人たちなんて。それぐらいのパワーを持ってるのが国なんです、権力なんです。でどうしてさっさと通貨発行、国には通貨を発行するという力があります。通貨発行、この力を持ってもっとお金増やしてみんなにお金を継ぎ足していくってことをやれば、25年不況なんてことは実際には訪れてない。その前に食い止められた話なんですけど、どうしてそれ国やらないの。逆にみんなから金絞り取ってその金を一部に流すってことをやるなんて、これ国家の自殺行為じゃないかってお話ですよね。ありがとうございます。かなり幅広くなっちゃったのでちょっと整理しながら話していきたいですね。で、皆さん心配されている国債イコールみんなの借金っていうこと自体が間違ってます。こっからまず話してなかったな。心配しないでください。政府の借金はあなたの借金ではございません。そこから説明していきます。自分の借金、個人の借金と国の借金、政府の借金をどうして同じように考えるんですか。全くの別物ですよ。例えば個人の借金、あなたが借金を背負います。背負ったとしても自分でお金すれますか。吸ってる人はいるかもしれない、こそこそと、でも犯罪ですよね。一方で国はどうか。政府は通貨を発行する主体なんです。皆さんが手にしているお金は誰が作ったものですかって当然政府になるんですね。当たり前の話なんです。つまり何かっていうと、政府の借金というのであるならば円を発行してなんとかできる話なんですよ、究極は。その話をしている人の、話を聞いてください。こちら今出ましたのは財務大臣そして副総理という立場にあった麻生太郎さん。麻生太郎さん2013年にこういう発言をされております。読みます。日本は自国通貨で国債を発行している。すって返せばいい、簡単だろ。日本は円建てで国債発行してるわけだろ、返さなきゃいけないのか、だったらすりゃいいじゃねえか、簡単な話だよってこと言ってるんです。出た麻生節、むちゃくちゃなことばっかり言う人やこの人って思われてる方ごめんなさい。確かにむちゃくちゃなこといっぱい言ってるんですけど、このことだけは間違いでないんです。それを証明するためには別の方のお話を聞いていただきたい。この人、日本でいう日銀総裁、アメリカでいう FRB の議長グリーンスパンさんなんですね。何とおっしゃってるか、米国はいつでもお金を印刷できるので負債を支払うことができる、したがってデフォルト、支払い不能のことですね、デフォルトの確率はゼロである。これ麻生さんと言ってること全く一緒なんです。そうですよね、アメリカいつでもお金印刷できるで、何や借金返さなあかんのか、だったらそれ返しゃいいじゃないかっていうことなんです。支払い不能の確率ゼロですよ、だってすれるもんねってことをおっしゃってる。麻生さんがむちゃくちゃなんじゃなくて、このお金の現実っていうのは変わらないんです。これ財務省も言ってます。財務省お願いします。2002年に遡ります。何が起こりましたか。世界の三大格付け会社 S&P、フィッチ、ムーディーズ、この世界の三大格付け会社が日本の国債の価値を下げました。これ困るの誰、日本国ですよ。日本の信用を落とすんか。それに対して起こったのが財務省。財務省は一体どのような手を打ったか。その三大格付け会社に対して外国格付け会社宛て意見書というものを出す。このホームページ、財務省のホームページからこのキーワードをあなたの手元の端末から入れるだけでもこのページに飛びます。
山本が適当なことを言ってるわけじゃなくて、今も財務省ホームページでご確認をいただけます。財務省なんて反応したのか、こちら。日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。デフォルトとしていかなる事態を想定しているのか、簡単にします。日本の円建て国債の支払い不能は考えられない。支払い不能としていかなる事態を想定しているのか。麻生さん言ってることと一緒、グリーンスパンさん言ってることと一緒、これなんですよ、お金の事実。みんなのお金を絞り取ってそれをどう分け合うかってことを考えるのが政治じゃない。自国通貨、日本だったら円、アメリカだったらドル、イギリスだったらポンド、自国通貨を持って変動相場制の中にいる国々は社会にお金が回っていませんという状態であるならば、そこに対してお金を継ぎ足していきながら社会が沈む前に底上げをして経済の安定を図れるって当たり前の話なんです。当たり前の話なんです。でも日本の中では国債発行イコール悪、あなたの借金がますます増えていく、孫や子供のことを考えたことがありますかみたいなわけのわからん話になってるんです。違うよ、全然違う。じゃあ政府の借金と呼ばれるものの正体は何ですか。正体は何か。これまで日本国が1000兆円を超えるお金を社会に供給しましたよという足跡に過ぎないんですよ。足跡に過ぎない。足跡かなんか知らんけど、山本お前適当なこと言いやがって、借金は借金やないか、そのお金全部返さんとあかんやろって方のためにお話をしたいと思います。じゃあ分かりました、あなたの言う通りにお金を返すということになるならば、まずお金を集めなきゃいけない。つまりは皆さんから税金で絞り取ります、1000兆円以上。どうなりますか。社会にお金流通しなくなるんですよ。つまりは社会に出現しているお金というのは、政府が借金という体を使ってそのお金を供給している行為なんですね。1000兆円を超える借金とはそういうこと。これまで政府がそれだけの金額を社会に供給してきましたっていう足跡に過ぎない。だったら何か、いくらでも金吸ってばらまいていいってことか。山本さすがに山本無茶苦茶なやつやと思われた方、もうちょっと待ってほしい。そんなことは一言も言ってない。上限あります。上限、おとぎ話ではございませんから、制約がある、上限がある。じゃあその上限どういうことなのかってことなんですけど、この人の話聞いてみてください。ケネディ大統領です。政府がどれだけ借金というものをしてもいいのかということの上限についてケネディ大統領が語ったものです。ケネディ大統領とトービン博士、ノーベル経済学賞を取った方、読みます。ケネディ、債務対 GDP の比率に経済学的な上限はありますか。ケネディ何と言ってるか、国の規模に対してですね、どこまで借金していいとかっていう決まりあるんすかってことを聞いてるんです。ケネディは続けます。政府債務は過度に増やしてはいけないと言われますけど、実際はないですよね。そうでしょ。じゃあ何が上限になるんですか。トービン、唯一の上限はインフレです。ケネディ、そうっすよね。財政赤字も政府債務も本来どんな規模でもいい、インフレにならない限りはそれ以外はたわごとですよって話なんです。これが事実なんだけど、日本政府分かっとんのかなってことなんですけど、分かってるんですね。これご安心ください。平成25年に政府と日銀、その上限たるもの、目標たるものの値を決めた。何か、物価安定目標、いわゆるインフレ率 2%、 これを目標にしていこうと。毎年 2% ずつ成長していくようなお金の出し方していこうぜ、そういう話なんですね。どうして 2% なの。世界見てみ、世界見てみたらみんな 2% ずつぐらい成長しとるやろ。日本は一方でどうや。25年間経済衰退、格差は広がって、そういう状況やから、お金の量を増やして誰へんとこにお金入れていって社会にお金ちゃんと回さなあかん。だからインフレ率 2% まで、毎年 2% 成長のためのお金を出していこうって話なんです。実際にこれ何という名前で行われたかって言ったら、アベノミクスですよね。これ安倍さんのこと嫌いな人申し訳ない、
安倍さんがずうずうしいからアベノミクスって名前をつけたんですけど、でも実態は違うんです。この経済政策は当たり前なんです。景気が悪い時にはこうやる以外ない。これが一番正しい処方箋なんですね。じゃあどういうことだったか。アベノミクス第一の矢、お金の量を増やします。異次元の金融緩和、これはなされた。なされなかったものが何か。第二の矢、あまりにも薄すぎた。何か。みんなにお金を継ぎ足していくって行為、機動的な財政出動、これが薄かった。逆に自分と深い中の人たちにしか行き渡るようなことしかしなかった。結果どうなったか。社会にお金回らなかったんですよ、ちゃんと。だから 2% っていうインフレ率も達成できてなかった。アベノミクスは失敗だよく言われるけれども、確かにしっかりと成長できなかったのは失敗だったけれども、やり方としては間違ってない。徹底的な財政出動、みんなの生活を底上げすることによって25年この国が衰退した状況に、コロナまでやってきて戦争まで起きてるっていう状況を修復していく以外ない。この道しかないんですよ。これをやらなきゃいけないって話なんですね。ちょっと待ってくれ山本君、インフレ率十分今上がってきてるやろ、 2% 言うたってもうすぐそこやないかって言われたから、ちょっと待ってほしい。インフレにはいろんなインフレがございますよ。いろんなインフレがある、考えていただきたい。総合指数、コア CPI、 コアコア CPI、 3種類どれを見なきゃいけないですかってことなんですけど、見なきゃいけないのはこれ、コアコア CPI。 何かというと、生鮮食品とエネルギーの価格を除いた状態でお金がどれぐらい回ってるか、どれぐらいの物価の変動があるかってことを見ていかなきゃいけない。だって考えてみて、今ガソリン価格高騰してるでしょ、原油価格高騰してるでしょ、海外から入ってくるもの、穀物だったりいろんなものが値上がりしてますよ。これを除いた状態で見ないと日本の本当の姿は見えないってことなんです。でも政府は何で見てるかって言ったら、これで見てるんです。アホちゃうか、これじゃ実態わからない。これで見なきゃ。でね、物価ってどういう時に上がりますか。物価が上がる時、国内でしっかりとお金が回って景気が良くなって、みんなの賃金も上がっていく。企業も売り上げが上がる、賃金も上がるっていうのを伴って物価も上昇していくっていうのが一番正しい物価上昇、望ましいもの。でも今の日本そうなってる？なってないんですよ。25年の経済衰退でお金はちゃんと回ってない上に、外から入ってくるものの値段が上がってくるから、皆さんの生活圧迫し続けてるわけですね。全然望ましくない物価上昇なんです。だからこれを見て、生鮮食品とエネルギー除いた状態で国内どうなってるかってことを見て、お金を出していかなきゃダメなんです。そう考えたとしたら、大体私たちの考え方として、5年間の間でインフレ率が 2% から 3% で推移、だいたい5年間で 2% から 3% に落ち着く感じだったら、お金は出していい。つまりはいくらなんだってことなんですけど、1年間の国の予算に加えてもう100兆円プラス100兆円お金出しても国は破綻するところではない。破綻なんてしない、当たり前です。逆に言ったら、大胆にお金出していく。消費税やめる、26兆円。教育費無償化にする、年間5兆円。大学院まで行ける。他にも、介護職、保育職。そういったところに対して、全産業平均100万円以上低いこの実態を変える。つまりは、9万円の賃金上昇させて、それで 3.7 兆円程度。ガソリン税、半額ではなくて、ガソリン税ゼロにすれば5兆円程度。今私がいくつか言ったものだけでも50兆円に達してませんよ。やれることいっぱいあるんだってことですよ。外からの要因で皆さんの生活を圧迫する、事業者を圧迫するっていうところを国が軽減させていくためには、これやらなきゃいけないことなんですよ。どうしてやらないの、国会ぼーっとしやがって。ありえないでしょ。この国に生きる皆さんが宝なのに、痛め続ける数十年、こんなことやっちゃダメなんです。先ほどご質問いただいた方、どうしてさっさと金すらねえんだ、どうしてみんなに底上げしないんだってことなんですけど、考えられるのは2つです。1つは何か、本当に心の底から政府債務、つまりは政府が借金することは悪だという宗教に取り憑かれている財務省的価値観ですね。
そしてもう一つは、みんなの生活が豊かになるような施策を打ってしまったら、これ言うこと聞かなくなりますよ。もっと国良くしたいとか、自分の生活安定したら余裕ができて、自分は地域で何ができるかとか、自分はこの国をこんな風にしたいんだよねみたいな余計なことを言い出す人たちが増える。生かさず殺さずで、このまま多くの人たちを生かし続けることによって、選挙 50% 近くいかないんですよ。ある意味でこれ完成してるんですよ。この国をコントロールする者たち、統治する者たちにとっては、 50% の人たちが投票に行かない状態って、もうこれ完全にこれ支配できてる状態なんですね。そこに対して消費税なくしたわ、景気良くなったわ、ガソリン税もゼロになって、他にもみんなが生きやすい、介護もちゃんとサービスが受けられて、給料上がったから介護の人たちもどんどん集まってきてみたいな、介護は家で見なきゃいけないみたいな状態から解放されて、そんな状態にしてしまったらコントロール効かなくなりますよ。今で十分なんですよ、奴らからすれば。資本家ですね、間違いなく。この国をコントロールしているのは資本家。最後にそれが分かるようなスライドを数枚ご紹介して、次の方の質問に行きたいと思います。佐野さん、あと1個ありました。何でした？参院選ね、今回終わるじゃないですか。そうしたらまた自民党に、まあ、今の政権与党の人が土星つくでしょ。そうなった時に3年間こう選挙がないっていう、今後3年間選挙がないということで、どう抗っていったらいいんですか、我々は。その消費税増税したり、年金廃止にしてきたりとか、そんな無茶しだした時にどう戦っていけばいいか、引っ張っていってほしい。ごめんなさい、この中で、ご存知の方もいらっしゃるかもしれない、この参議院選挙6月の22日スタートで、7月の10日かな、8日かな、投開票ですね。10日に投開票で、この選挙が終わると国政選挙が3年間開かれない。つまり何かって言ったら、その時権力持ってる方がやりたい放題になるってこと。じゃあその時権力持ってるの誰やろかって考えたら、当然自民党なんですよ。で、それを補完するような維新がいて、で、それに補完するようなおそらく国民民主みたいな人たちもいるってこと。つまり何かって言ったら、やりたい放題が始まるってことです。3年間のフリーハンドですよ。この30年で何された？この30年で景気を弱らせて、あなたから物を買う力を奪い続けるような消費税の増税しかやってない。一方でそのお金は法人税減税に使われ続けたわけでしょ。労働環境の破壊、これによって不安定な働き方が広がった。いつだってクビにできるっていうような働き方が広がった。それだけじゃない、皆さんの負担も増え続けてますよ。出る負担が増え続けたって話。3年間のフリーハンドでどんなことが行われるかってことを考えたら、これまでの30年で何をやってきたかってことを振り返っていただきたいんです。令和新選組代表、山本太郎と申します。皆さんからご質問いただいたことに対して山本がお答えをしているところです。お待ちくださいね。ありがとうございます。平成と令和でどんな状態になっているかってことです。これは平成の通信簿という本からちょっと拝借しました。総務省家計調査で見る平成初期と令和元年の比較、はい。軒並み上がっているものがあります。 32% 増えたのが水道光熱費、 57% 増えたのが保険医療、 115% 増えたのが通信費みたいなんですね、はい。例えば国立大学の授業料で言えば、平成の始まりから令和の間でどれぐらい増えてますか。 19.6 万円増えてるんですよ。19.6 万円、皆さんの所得が確実に上がってるっていう前提じゃないんです、下がってるんです。その上で国立大学の授業料は値上げされ続けてる。それだけじゃない、他にも2人以上の勤労世帯の全国平均で見た場合、税、社会保険料の収入に占める割合、そういう負担率ですね、見てみると平成の最初の方、そして令和で比べると 5.1% 増。他にもですね、税社会保険料の負担合計で見てみると9万円から12万円、3.3 万円上がってて、まあこれ負担増加率でいうと 36.3%、国民年金保険料ってものを見たとしても8430円も上がってしまってる。他にもございます、健康保険料、保険料率、自分たちがどれぐらいの保険料を払うのかっていうことになるものですよね。これ自体も 1.7% 増えてて、厚生年金の保険料率も 5.9% 増やされてると。あれ、みんなの
みんなの社会保険、社会保障を支えるための消費税増税って話もあったのに、負担しか増えてない、おかしない？消費税何のために取ってるんですかって、社会保障のためですよ、それ充実させるためなんですって言ってんのに、消費税で絞り取った上に皆さんの個人負担は上がっていくばかりですよ、軒並みいろんなところでってことですね。たった30年の間にここまでのことを軒並みやり続けてるんです。その間に行われたのは税金の取り方の歪め方、それによって資本家だけが得をするような形、それに加えて資本家にとってのコストの働き方も壊して、それに加えて海外から安い労働力まで大量に入れれるような状態にまでしてる。やってること鬼ですよ。それをずっと続けてるような輩たちが、この参議院選挙終わった後の3年間権力のフリーハンドを手に入れて何もしませんなんてありえます？やりますよ。消費税は増税されて、雇用は破壊されて、国を切り売りするようなグローバル協定みたいなものもどんどん前に進めて、憲法も改悪されて、片っ端からやっていきますよ。そう考えたとしたら何かしらブレーキが必要だって話ですよね。その間どうやって抗うんだってことなんですけど、これはそこにブレーキをかけるためには参議院選にはかなり、参議院選挙に関しては皆さんにとにかく関心持ってもらいたい。 50% 近い人たち、棄権しているような人たちにも声をかけていきながら、投票先しっかり皆さんの中で検討していただきたい。私たちは私たちだって言いますよ。だって与党からも野党からも嫌われてるんだもん。そんな奴らが増えないと国会の中にどうやって緊張感が生まれるんですか。既存の政党、あそこも魅力ある、ここも魅力ある、ね、いろんな才能ある方々に溢れてますから。でも既存の政党でこの30年間が少しでも良くなった？違いますよ。悪くしかなってないです。じゃあ無理だよ、既存の政党じゃ。永田町の空気一切読まずに、与党からも野党からも嫌われるような者たちの力を皆さんに強化していただきたい。私たちの目的は何か、議員になるためじゃない。私たちの目的は何かって言ったら、自分の人生かけてこの国に何とかしたいっていう思いなんですよ。自分の人生一回横に置いてるんです。私デビューの時、ご存知の方いらっしゃるかどうか分かりませんけれども、グラビアアイドルとして芸能界でデビューしたんですね。前衛芸術とも呼ばれました。自分で呼んでただけですけど、そこから20年以上芸能界で仕事してきたんですよ。国会議員になって芸能人になったから、売れへんようになったからやろみたいなこと言う人いるんですよ。ごめんなさい、全然違います。国会議員になった方が給料落ちたんですよ。落ちたことも褒めてほしいわけじゃない。そうなったとしてもやらなきゃいけない、そういう思いになったから政治の世界に飛び込んだ、それだけです。損得感情ないですよ。損得感情あるんだったら政治なんてやりません。損しかないもん。山本太郎叩かれるだけでしょ。あいつちょっとおかしなやつだってことでそういう扱いを受けるだけじゃないですか。何の得がある？得なんて求めてない。この状態が許せないんですよ。この状態変えられるの政治だけなんです。政治によって決められたことは政治によって変えられる、当たり前でしょ。政治によって決められた消費税をやめられるのは政治によってのみ。消費税を上げたのも政治、じゃあ消費税を下げるのも政治、労働環境を破壊したのも政治、それを修正できるのも政治、当たり前なんですよ。これを選べるのはこの国のオーナーだけなんです。あなたの力がないと変えられない。いやいや、自分の一票なんて何の意味もないし、なんか世の中変えようって思うこと自体がなんか中日っぽい山本太郎みたいなこと言われるんですよ。違うんですよ。こんな分かりやすい意見もない。どんだけ金持ちでも、どんだけワーキングプアでも持ってる票一票、票の使い方が上手いのが金持ち資本家、自分たちのありとあらゆる票をかき集める、下請けの下請けの下請けとか、当然右にならないですよね。みんなだって利害関係一致してるから。利害関係が細かく一致していない多くの大多数、多数派の市民の皆さんと力を合わせるって大変だけど、今よりマシな世の中作ろうよ。少なくとも景気よくしようぜ。ジャパンズナンバーワンって言われるぐらいのポテンションを持ってる国が日本だったのに、今やもう極東の小さな島国、衰退国家ですよ。いい加減にしろなんです。そうなったことによって、より国内での安全保障、暮らしは厳しくなっていく。みんな同じ船に乗ってんだから、みんなに対してよくできるっていうのが政治の本質ですよ。
そのための財源、徹底的に出していく。通貨発行、この国をもう一度軌道に乗せる。この国を軌道に乗せるということは、あなた自身が人間の尊厳を守りながら生きていける社会が作られているということだと私は思ってます。まずは経済的に誰も路頭に迷わない、何があったとしても国が手を差し伸べる、そんな社会作ってみましょうよ。ここまで人間を固形にするような、使い潰されるような社会をスタンダードにしてしまったのも政治なんだから、それを何十年も続けたんだから、その逆作ってみる、そういう時期に入ってんじゃないですか。それができるのはあなただけなんですよ。参議院選挙の後にどうなるか、それはわからない。でもその前にやれることがある。あなた一人から横に広げてほしい。簡単でいいんです。細かい政策の話とか好きな人は喋ればいいけど、そうじゃない人にはお願い、お願い、あの人いい人なのよ。これ創価学会方式って呼びます。すいません、創価学会の人から聞きました、はい、政策一切語らずに、あの人いい人なのよお願いねって、あるでしょ皆さんも。選挙の季節がやってくれば必ず連絡が来る、もう投票行った、お願いねみたいなことの根回しすごいですね。でも確実に与党に食い込んでるじゃないですか。逆に言ったらリスペクトですよ、すごいね。そういうことを今この局面においてみんなで展開していったら、当然見える景色変わっていきますよ。一夜にして変わる話じゃないけれども、この状況を何とかするっていうところに向かっていく、その力集めたいんですよね。で、結果として参議院選、その政権というところが当然揺るぐような選挙ではないですから。けれども多くの人たちの投票行動の答えが出ればもういいやっていう結果なのか、それとも緊張感を持たせるような結果が出るのか、それによって大きく変わる。で、実際に選挙がなかったとしても向こう側が出してきた法案をネットの中で皆さん炎上させて、これ止めたことって何度かあるじゃないですか。だから人々の目、オーナーの目、監視、それってすごく強いんですよ。とにかく暴走させない3年間、暴走させない3年間の間にしっかり出すもん出させる3年間にするしかない、そう思ってます。ありがとうございます。すいません、令和新選組代表山本太郎と申します。すいません、一つの問いに対して答えが長すぎて、ね、本当にしびれた方もいっぱいいらっしゃると思います。いつまで喋ってんねんこのおっさん、そう思われた方ごめんなさい。でそれを改める気配はなかなか見られない山本太郎と申します。令和新選組で代表をやっております。皆さんから直接令和新選組代表の山本太郎にご質問をいただく、それに対して山本がお答えをさせていただく、そのようなやり取りです。ただし山本太郎ですから答えられないことも多い、その時にはどうかご存知の方教えてください、助け舟出してください。選挙権がある、選挙権がない、一切関係ない。政治に詳しい、詳しくない、それも一切関係ない。あなたの頭に浮かんだことを通りすがりの方が直接ぶつけていただける、そういう機会でございます。お時間ない方はチラシ、チラシだけでもお手に取ってください。よろしくお願いいたします。ここでですね、一人ゲストを紹介させてください。短めに、私たち令和新選組、6月の22日から始まる参議院選挙におきまして、ここ大阪から私たちの関東性を着て立候補する予定の者がおります。ご紹介します。八幡愛と申します。皆さんこんばんは、令和新選組の八幡愛と申します。次の参議院選挙、この大阪のエリアで挑戦する予定でございます。突然なんですが、親ガチャっていう言葉聞いたことあります？今いろんな諸説あったんですけど、大体、新聞を使うようになってきたんですけど、親の経済によって子どもの人生が左右されてしまう、親ガチャっていう言葉あるんですけど、私の家も貧乏だったんですよ。で、お父さんがギャンブラーで、孤高のギャンブラー、1万2万円パチンコ行く話じゃないんですよ。終了日に何十万ってそのまま置いて帰ってくる、そのギャンブラーで家にお金を入れないでだいぶ苦労したんですけど、その時は親が、もうちょっとまとまったらよかったらいいなとか思ったんですけど、でもよく考えてみたら親がちゃんとおかしいんですよね。そんな親でもやっぱり国がしっかりと保障していけば子供には罪がないわけですから。で、私たちって親選んで生まれてくることはできないし、その良い親悪い親とかいろいろありますけど、それでもやっぱり血を分けた親ですから、私も憎い父親とか、どっかでは言ってると思うんですけど、たまに思い出すこともあるし、で親ってやっぱ選べないけど、そういう時こそ親ガチャで、どの親がどうとかじゃなくて、やっぱり私たちは国
国がそこをしっかりとお金を出して支えていく。で、どんな家庭に生まれてもみんな子どもたちがすくすくとその子らしく生きていくっていう国を作っていかないといけない。まさに国ガチャなんですよね。親ガチャっていう言葉に引っ張られてはいけない。国がどうにかしていかないといけないと私思うんです。ですから親は変えることできないけど国は変えることできるんですよ。もう変えていかなあかん時に来てると思います。で、次参議院選挙あってこの大阪で戦う予定なんですけども、今何にもしなければ、まあ、当然変わることもないですから。できっとここに集まってくださってる皆さんっていうのはちょっとなんか引っかかる何かがあって来てる方がそれぞれあると思うんですね。だからぜひ諦めずに、諦めたら終わりですから国変えていきましょう。令和新選組の政策ぜひ出会ってください。ありがとうございました。八幡愛でした。ありがとうございます。令和新選組の看板を背負ってこの夏6月22日から始まる参議院選挙で令和の看板で大阪から出る予定の八幡愛でございます。八幡愛でした。ありがとうございます。マイクを変えました。令和新選組代表山本太郎と申します。中本お邪魔をいたしております。皆さんからいただいたご質問に山本がお答えするという企画でございます。答えられないことも多々ございます。その時には誰か助けてください。お時間ない方も大勢いらっしゃると思うのでどうかチラシだけでもお手に取っていただければ幸いです。さあ、どなたかお預けいただける方いらっしゃいますか。じゃあこちらのカーキのジャンバッグです。私自身初心者なので本当にお許しいただきたいんですけど、堺市なんですが、ここ堺市ですけど、もちろん、維新の市長になってから財政危機宣言というものが突然発出されました。で、ホームページにも堂々と財政危機宣言脱却プランだというプランを毎回出されております。で、書いてあることといったら私たちの財産である市民の土地、堺市のものという名目で市民の土地や資産やこれまでの文化を使って稼ぎなさいということを掲げられたり、老朽化しているものについてはもう容赦なく潰します。で、しまいには私のいた前の会社も倒産しましたけど、倒産した会社が一番最初にやりだしたペーパーレスとかいうことを言い出しました。で、そういった身を切る改革ということで市民からお金を取って財政危機宣言をして、そういったことを取り立てのまがいのようなことをしているということがすごく私自身疑問に思っております。で、山本さんの方もそういったところどう思われるかっていうところが、ごめんなさい、私初心者なんですけどすごく気にかかっておりますので教えてもらいたいと思います。お願いします。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。堺市についてのご質問いただきました。ありがとうございます。で、堺市の状況ってものをしっかりと私が理解できているわけではないので申し訳ございません。ただし、財政危機宣言、財布が厳しいんですというような宣言がなされたということですね。で、それによって処分できるものは処分してって金にしようぜっていう動きも出ている。だからもう今あるものを切り売りしていって金作ったのかって話ですね。で、問題はそれ切り売りしていった後に、上がったお金何に使うのかっていうのも非常に重要な話だと思います。でね、この維新がろくでもないってことは置いときます。ごめんなさいね、維新がろくでもない、身を切る改革って言いながら実は身を切られてるのは住民の皆さんだということは、最初の方にご説明させていただきました。その維新がろくでもない、何回言うねん維新がろくでもないって理由すいませんね、繰り返しになりますが、もう一回言うと維新がろくでもないってことは一回横に置きます。で、一方でこの地方に対する財政という問題があるんですよ。何かというと地方自治体、例えば堺市もそうですね、大阪市もそうですし、いろんな地方自治体は自分たちでお金作れないんですよ。作れない、通貨発行権を持っていない。じゃあ何をやるんですかって言ったら自分たちの持っているお金の範囲でやらなきゃいけない。だから制限があると。それを考えるとやっぱり一番やらなきゃいけないことは国がちゃんと
ゃんと地方の財政支えるほどのお金出していかなきゃダメなんですよ。でそれが絞られていくとどこにまず最初にしわ寄せいきますかって言ったらやっぱり介護であったりとかいろんなそういうような皆さんの生活に関わるところが絞られていっちゃうんですよね。それって非常にまずいんです。だから維新がろくでもないってことは一回横に置いてこの地方都市と呼ばれるようなところが衰退に向かっている原因は何かってことを考えたときにやっぱりしっかり底上げしていくような政策であったりとか国が投下していく、予算っていうものの額をしっかり担保していかなきゃいけない。自民党絞ってますから、まあ、もちろんコロナ禍はまだ別ですよ、まあ、そういう状況を改めなければなかなか、そこから考えていかなきゃ難しい話だろうなと思ってます。地方交付税交付金だったりいろんなものに対して今よりも上げていくってことをやらなきゃ。例えばですけれど、自分の親が介護を受けてます。で本当だったらこの介護要介護の、度合いを一つ上げてもらわなきゃいけないぐらいの状況なのになかなか上げてもらえない理由は何かといったら当然財政の逼迫なんです。本当にその人たちに必要なそれぞれに必要なサービスを提供できない状態に結構陥ってるっていう地方都市の話を聞いてます。だからやらなきゃいけない町民一番じゃ何か積極財政国による通貨発行権を持つ国による積極財政その中の一つとして地方自治体に対してやはりちゃんとした財源というものを与えていくってことを国がやらなきゃいけない。東京集中とか大きな都市集中っていうことで仕事を回してお金を作り出して人を集めてってことをやってきたけどそれじゃそれ以外のところは弱っていっちゃうってことですね。そこに対して施策を打つってことが一つ必要だってことを前置きした上で国がまた別途進めようとしていること。例えばですけどお前らの持ってる資産それ自治体で管理したらお金かかるやろだから民間に任せた方がええねんっていう考え方があるんですね。例えば水道とかさまざまな公的な部門で面倒を見てきたものに対してお金がかかるから民間の知恵を生かしてもらって安くあげようぜってことで前に進んでるもの結構あるんです。これ PFI って呼ばれるものだったりするんですね。堺市でそれが進むかどうかっていうのは私存じ上げないんですけど国自体がそれ推してるんですよ。じゃあ簡単にその PFI って何かっていうところの入り口のお話してもいいですか。ごめんなさい、ありがとうございます。 PFI って何ですか。プライベートファイナンスイニシアチブって呼ばれるもの何ですか。公共事業の一つのやり方だよ。今政府に金がないからね民間にやらせましょうか。今地方都市には金がないだったら民間の活力を利用してですね安く上げてもらおうじゃないかみたいな考え方がベースになってるってことです。公共施設などの設計建設改修更新維持管理運営などを行うという公共事業の手法 PFI あくまで地方公共団体が発注者公共事業として行うものこれ JR とか NTT みたいな民営化とはまだ違うんですよ。持ち主は誰ですか。それぞれの自治体です。一方で運営権は民間が持っていますよ。何十年とかっていう期間で例えば水道をそうしますったら20年とか30年とかでそれ大問題になっていくって話なんですね。でこの PFI という手法が始まったのはどこですかって言ったらイギリスなんですよ。イギリスでこの PFI ってどういう扱いになったかってことをちょっと見ていただきたいと思います。令和新選組代表山本太郎と申します。財政で逼迫した地方都市ここに対してお前ら持ってるもんいろいろあるやろその持ってるもんをお前もっと安く管理したりとか売っ払ったりとかやっていけやっていう流れの中でこの PFI っていうものも存在してるんです。で例えばですけれどこの PFI に関してイギリスは会計検査院というところがいろんなことを調べていったら民間活力を活用して安く上がるとされてたものがとんでもなく費用がかかってしまう逆に言ったら公共の首が締まるってことが分かったっていうのが内容なんです。読んでいきます。ザ・ガーディアンこれ向こうの、報道ですね。2018年1月、A 会計検査院納税者は PFI 契約のために30兆円余計に支払うことになるみたいなこんな見出しが残るぐらいなんですね。2018年1月のイギリス会計検査院の報告では PFI を利用して建設した学校は公的機関がやった場合よりも4割も高く病院では6割を超える費用が余計にかかる。逆に何がやりたいのってことですけど公的機関を食いながら民間を太らせる手法なんですよ。で日本ではこれ誰が先頭に立ってるかって言ったら皆さん大好きな竹中平蔵さんなんですね。金の匂いするとこ全部いるやつですね。
ある意味でこれもうイギリスでオワコン、こんなんやってたらあかんでいうことになってるのに、日本ではその終わった頃に国会の中でさらに一歩踏み込む、二歩踏み込むってことが始まってるんです。ありえない話ですよ。これ私がまだ参議院議員やってた頃に、その内閣委員会というところで審議が行われてたんですけど、世界が終わろうとしてることを日本が周回遅れで追いかけようとしてるっていう時代遅れ、時代錯誤もいいようなもんなんですね。他にもございます。例えばですけれども、他にあったかな。はい、まあ、2018年秋の新年度予算でイギリスで新規 PFI 事業中止になった、そんな話もあったってことですね。で、日本ではどこまでの範囲を広げるってことになったかってことなんですよ。出ますか。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎です。山本もその PFI の審議に参加してて、これに反対したんですけど、マスコミも全然騒がないんですよ。全然騒がない。ほとんどの人たちこんなこと行われてるって知らないんですね。この PFI どこまで広げるんですか。それ PFI の機構の第2条を見ればわかるよ。道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水、水道等の公共施設、庁舎、宿舎等の公用施設、賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設に社会福祉施設、厚生保護施設に駐車場、地下街等の、どこ行った、地下街等の、地下街等の公益的施設、情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設、廃棄物処理施設を除く、観光施設及び研究施設、船舶航空機等の輸送施設および人工衛星、これらの施設の運行に必要な施設を含む、全部です。全部やったろや。すごいでしょ。何やられてるかったら国の切り売りですよ。切り売り。こんなことずっとやり続けてるんです、この30年の間。ひどない。水道もですよ。あのおっさんだ、副総理の、すいません、どのおっさんの話だったでしょうか。すいません、はい、このおっさんです。あ、その枝さん、すいません、失礼いたしました。同じ名前からね、シンパシー感じるんです。金持ちの方の太郎さん、アメリカに渡りましてですね、何を言ったかってことなんですけど、これはですね、2013年ぐらいだから、2013年4月に第2次安倍政権始まって数ヶ月立ってからですよ。副総理兼財務大臣をやられてる方がわざわざアメリカに渡って、アメリカの中でも新自由主義的な考え方、政策を推し進めるようなシンクタンクにわざわざ行って記者会見を行ったんですね。何を言い出したか読みます。簡単に言うと、水道は全て国営もしくは市営、町営でできていて、こういったものを全て民営化しますってことを言い出したんです。すごくないですか。そんなこと一言もみんなこの国のオーナーの皆さんには言わんと、海外いきなり行って日本の水道これオンセールしますからよろしくみたいな話してる。はぁ、お殿様ですかって話。代理人ですよ。ただの皆さんの資産なんですよ。口から入るものですよ。人間の健康にものすごい関係するものを民間に渡しちゃったらどうなるかって言ったら、これ絶対に民間って株主のために仕事しますから、株主の利益を上げていくってことが一番の仕事なわけですよね。つまりはいろんなところでコスト削っていかなきゃダメなんですよ。水質が落ちるとか、水道の管路を交換しないとか、世界中で起こってるんです。民営化することによってさまざまなことが。だから今世界では何が起こってるかって言ったら、民営化されたものをもう一回公に戻す、再公営化っていうのが次々に起こってるんですよ。何週遅れで民営化するみたいなこと、一言たりとも皆さんに説明ないままにアメリカに渡り、オンセールでございますって言ってんです、このタコスケが。すいませんね、余計なこと言っちゃってね。もうね、大先輩に対してタコスケって何や、本当に失礼なやつでございます。で、本当失礼なこと言ってるのがこのタコスケでございます。失礼ますよ。はい、なんて言ってるか。日本では自治省以外ではこの水道を扱うことはできない。水道の料金を回収する 99.99% というようなシステムを持っている国は日本の水道会社以外にありませんけれども、水道は全て国営、市営、町営でできていて、こういったものを全て民営化します。それに加えて、いわゆる学校を作って運営は民間、民営化する公設民営、そういったものを一つの考え方にアイデアとして上がってきつつあります。水道だけじゃない、学校もやって、
それ以外もやって、全部やって。私、街角でマイク握ってたら、この売国道って言われることあるんです。国を売るやつですよ。何を言われてるのかさっぱりわかりません。国を守りたい方なのに。本来ならば、こういう輩にそういう言葉が浴びせられなければフェアじゃないですよね。国を切り売りするものだし。この30年間で国どれだけ壊した。もうこの国ペンペン草の繁栄ぐらいになったら、もうあとはあるものを売るしかないなっていうような感覚ですよ。あまりにも失礼。そういう者たちは一刻も早く政治の場から退場させなきゃダメなんですよ。それを選べるのはオーナーの皆さん、この国に生きるあなたがオーナー。オーナーの 50% が投票を諦めてしまっている現在では、笑うのは資本家だけ。その資本家がこの国をコントロールできるような状態にしちゃったでしょ。だから消費税、その税収の 73% が法人税、減税の穴埋めに使われてるでしょ。資本家にとってのコストは2つ、払うべき税金と、もう1つは働くあなた。労働環境壊れてません？この間に不安定な仕事が、働き方が増えてった。それが頭打ちになったら、海外から労働者連れてくるっていうところを強化していく。むちゃくちゃですよ。そんなことになったらどうなるかって、賃金の下降圧力当然生まれるでしょう。単純労働から奪い合い、そういうことが可能になるような法律はもうすでに2018年に通ってる。おかしいでしょこんなの。それを止めるのが政治でしょ。本来は資本家は儲けることしか考えない、当たり前だから。資本家の儲けたい気持ちはしょうがない。でもその資本家たちの手駒になって、自分がこの国を破壊していくようなことをやるやつなんて、政治家やっちゃダメなんですよ。選んじゃダメなんですよ。でも 50% の人たちは選ばずに、ちゃんと選ぶ人たちだけの力が強くなっていく。こんな話ない。簡単なゲームですよ。パワーゲームです。 50% が諦めてるんだったら、その 50% と力合わせてひっくり返していける。死にたくなるような 国を数十年作ってきたんだったら、その逆の生きたくなるような国も作っていけるんですよ。景気よくしよう、生きてたいと思えるような国作ろう。それが政治のビジョンだとしたらダメですか？生きてるだけの国作りたい。生きてるだけでいいって言われるような国作りたい。結果出したか？お前が生きている必要があるというためには、何を生み出したかってことが重要だぞ。地獄だよそんな社会は。成果を出さなければ生きている価値がないとされる今、そんな社会やめたい。大丈夫、生きてるだけで価値がある。何かあったとしても心配するな。国が手を差し伸べてやる。そういう世界だったら、みんなが 120% 以上の力を出せるわ。最強じゃないですか、そんな国。そんな国一回みんなで作ってみたいんですよ。そのために一人で旗揚げしたのが令和新選組。3年の間に5議席になりました。700分の5、非常に小さな国会勢力ではあるんですけど、その背景見てみて。大企業もいない、宗教団体もいない。つまりは一市民の皆さんが横に広げて、3年で5議席になったんですよ。一番怖がられてますよ。一番怖がられてる。どうしてか。選挙のやり方を知ってるのは、大きな企業だったりとか、労働組合だったり、宗教団体だったり、そういう中に閉じ込められてるんですよ。皆さん選挙のやり方わかります？知らされてないでしょ。社会をひっくり返したり返す、変更させるためのジャッジするチャンスに、そのやり方さえわからない状態にされている。どうしてか。そのノウハウは閉じられているから。ひっくり返すためのノウハウは広く共有されない。私たち令和新選組、このノウハウを皆さんと共有していきながら変えていきやりたい。難しい話じゃない、私はそう思ってます。無理な話だったら最初からこんなことやりません。芸能人やり続けますよ、そっちの方が楽だもん。でも可能性があるんだもん。変えていける、そのツールがまだ残ってる。選挙制度が壊されたりとか、まだそこまでいってない。だとしたらチャンスなんですよ。みんなで力合わせたい。自分はいつまでも勝ち続けられることなんて無理ですよね。いや、そんな困ってる人助けるとか、もうそんな面倒くさい話どうでもよくてって話じゃないですよ、私言ってるの。だから私はね、何も困ってないから別に政治とかどうでもいいんですって思ってる人たちに聞いてほしいんですよ。 GDP ってみんなの儲けでしょ。その GDP
利が細っていったらどうなるかって言ったら、自分に回ってくる利益も細るんですよ。同じ船乗ってるから。だったら全体的に底上げしていって、より景気が良くなるような状況を作っていけば、今のあなたの儲けよりもさらに儲けるような社会が開けていけますよ。だってこの国の一番大きなエンジン、個人消費なんでしょ。 GDP の6割なんでしょ。そのエンジン弱らせ続けられた30年なんでしょ。社会にちゃんとお金回して底上げして、一人一人ちゃんとお金さらに使えるような状況を作っていかないと。それが景気対策なんですから、やらせてほしい。その先頭に立たせていただきたい。そういう気持ちで旗揚げをしたのが令和新選組でございます。みんなの財産を切り売りするような者たちがこのまま3年間フリーハンド手に入れる、それをただ呆然として見とくわけにいかない。そういう思いから議員バッジ外しました。半年しかやってないんです、衆議院議員。そのままバッジつけてあと3年議員の椅子に座り続けるってこともできたけど、でもそれをまずいバッジ外さなきゃと思った出来事が、私たちの発言権自民党に潰されたんです。予算委員会、国会の中で一番重要な審議、テレビ入り、全大臣出席、総理大臣出る、 NHK も入ってくる。そこで15分の質問時間をもらったのに自民党と公明党に潰されたんです。つまりは言論弾圧、一番大きなグループが一番小さなグループに対して発言させるなって圧力をかけた。もう暴走始まってんですよ。じゃあどうする。発言権潰されたまんま衆議院議員として座り続ける、それじゃまずいでしょ。参議院で自分も候補者になって、参議院2議席あるからもう何議席か増やせば、そっちで予算委員会取れて、代表質問もできて、もうちょっと増えれば法案提出権も手に入るっていうところにかけるしかないじゃないですか。何としてもこの選挙終わった後の3年間何としてもブレーキになりたい。その先頭に立たせていただきたいんです。国会で一番嫌われてます。お力出してほしい。そういう嫌われた人間たちを大勢送り込むことによって、国会の中には緊張感が生まれる。それを作り出せるのはあなたなんですよ。社会の皆さん、中本の皆さん、どうか令和新選組にご注目をいただきたい、という思いでマイクを握らせていただきました。ゲスト紹介させてください。ずっと同じゲストですけどね。ゲストと呼ぶかって話なんですけど、私たち令和新選組の仲間です。ここ大阪から6月22日から始まる参議院選挙、大阪から令和新選組の看板を背負って立候補予定、八幡愛と申します。皆様何度もこんばんは。では非常に南畑愛と申します。はい、何が始まるか、はい、失礼しました。セクシーな感じがちょっと、すみません、ありがとうございます。八幡さんね、もともと芸能の仕事やってたんですよ。はい、ね、はい、で原発事故からちょっとこのままじゃまずいんじゃないかって思ったっていうスタート地点一緒なんですね。そうなんですね、はい、すでも代表はね、その時大活躍されてまして、なんかこう脱原発って言った瞬間に仕事なくなったんですけど、私何もないから何も失うことなくて、もうそこからですね、脱原発とか反 TPP とか言ってたんです。でそれまでは一切興味がなかった政治とかで、これね、私一つ言いたいのが、政治とか選挙とか興味ないっていう人を責めちゃう人っていると思うんですけど、私それ間違ってると思うんです。だって私たちって政治とか選挙からかなり遠ざけられるような教育を受けてるんですね。で、うちの母親とか父親もあまり選挙のとか政治の話を家の中でしてこなかった。でそこで育った身としてはもう普通に何も入ってこないんですよ。でテレビとか新聞は言ってることが正しいと思い込まされていたし、だからやっぱその環境の違いというものがあるので、なんか周りの人でね、若い子やけどこう政治にも関心ないからとか、すごくこう一生懸命な人ほど怒っちゃうと思うんですけど、私はそれのシステムを日本という国が作ってきたから、そこを責めてはいけないと思う。だから逆にその無党派と言われる人たちが動いた時に、かなり今指定席で座ってらっしゃる方っていうのは脅かされる。先ほども代表おっしゃってましたけど、だからそこを狙っていくしかないと思ってます。で、この教育っていうことに関して、もちろん私の観点から積極財政でお金入れていって、その
家庭の経済格差が学びの格差につながってはいけないという話で、これはしっかりあると思うんですけど、あともう一つね、今週公開されるんですけど、教育と愛国っていう映画があるんですよ。ドキュメンタリー映画で、 MBS 毎日放送の、2017年のテレビ版のやつを追加取材を重ねて今回劇場映画公開なんですけど、ぜひ大阪の皆さんに見ていただきたいです。で、何かって言ったら、その政治がそうやってお金出さへんくせに思想とか子供たちに道徳心を植え付けたりとか、まあ、要は2006年に安倍さんが政権だった時に愛国心っていうものをその教育に盛り込んでいこう、で道徳の教科書によりその日本らしく、例えばパン屋さんが出てくるとこれパン屋ちゃうと、これはおはぎ屋やみたいな、だからそういう細かいところから政治が教育にいきなり手を突っ込み出した。でそれに乗っかったのが維新政治なんですね。ぜひ教育と愛国っていう映画を皆さんに見ていただきたいななんて思いながら、でお金出さへんのに口だけ出すみたいな、私それちょっと間違ってると思います。で要はまとめやすい、その文句言わんと右向け右みたいな子どもたちを育てようとしているような、片やそっちではそういう政策が進んでいき、片やもその政治に対して今おかしいんちゃうとか、これおかしいことをみんなで声出していこうっていうのは口をつぐんでいくような、で学校の先生たちも結構それにビビってしまってるような感じなんですね。要はその本来職員室っていうのは先生同士が子どものことを真ん中に置いて、ああでもないこうでもないっていう形がもう今や教育委員会からトップダウンでこういう感じで言ってくださいみたいな、でこれが結構大阪できつく色濃く出ているっていうものからもその映画を見ていただいたら伝わると思うので、なんかそうい う子どもたちと政治で、それをもっと私はなんかうまく、ちょっとごめんなさい、急にこの話になっちゃったんでうまく言えないんですけど、なんとかこの変えていきたいなと思ってます。はい、ごめんなさい、まとまらなくて。あ、できた。自分の宣伝どころか映画の宣伝してるよ君。すいません、お金持ってないですよ。まあ、この一本に結構凝縮されてますと、教育って非常に重要じゃないですか。でもこの教育っていうのが日本ではどっちかって言ったら似たような人間作るための工場みたいにされちゃってるところあるんですよね。で教育にお金を入れなかった結果どうなったかって言ったら、一つのクラスに大勢の生徒たちを詰め込むような話になっちゃった。これ大きな都市とかそうですよね。でそこを縛るために何があるかって言ったら、ブラック校則みたいなルールが、一人の先生でコントロール効かそうと思ったら不条理なルールで縛るしかないんですよね。子どもたちも疲弊し、学校の先生も疲弊し、教育の現場ひいひい言ってるのに、そのままなんとなくみんなの前でなんか違うこと言ったらまずいんかなみたいな空気を読む人間を大量生産して社会に送り込んだら誰が喜ぶ？ブラックな使われ方したとしてもひたすら働くしかないというような、これに対して裁判を起こしたのかみたいなテンションではないわけですよね。戦い方もわからないわけだし、人がいい人ほど使い潰されるような社会がどんどん蔓延していって、やっぱ教育ってすごく重要な部分だと思うんですね。それがいかに壊されたかってことを彼女がその映画から見ながら、ぜひ皆さんにも見ていただきたいと。で今日は何ですか、ピアチケット3枚プレゼントするとか、そういう話ですか？まあ、話じゃないです。そういう話ではないです。すみません、そういう番組ではございませんってことですね。でも一つね、その監督が彩花監督っていう女性の方で MBS の方なんですけど、なんかその方しっかりしてるなと思ったのが、反省もされてたんですよ、その文書の中で。自分たちがその維新さんに MBS、 皆さん見たかもわからないんですけど、1月1日ここの関西方面ではですね、松井知事と、じゃあ松井市長と、吉村知事と橋本徹さん3人が出た番組、これもちょっと問題があるんじゃないかって全国ニュースにもなったんですけど、そういう番組を自分たちも作ってきてしまっているという変更したこともちゃんと反省された上で、しっかりとやっぱり同じ MBS でもやられている方がいる、だから、まあ、マスコミ一括りに悪く言うんじゃなくて、中でもがいてらっしゃる方もいるということを私はお伝えしたいなと思いました。失礼しました。ありがとうございます。非常に教育は重要です。でどういうふうに劣化していったかっていうようなその根源の部分をぜひ皆さんその映画から見ていただきたいという宣伝でした。で加えて彼女自身もですね、大学生なんです。そうです、忘れてました。はい、今おいくつでしたっけ？あ、今34歳です。34歳で大学生。はい。で、あれですよね、現役時代には学校に通えなかった。そうなんですよ。ちょっとその話聞かせてください。はい、まさに経済格差が学びの格差につながるという話なんですが、うち生まれた家がたまたま貧乏だって、で勉強好きだったんですけど、塾とかも行けないし、あとはそうですね、本とかも、はい、教科、まあ
参考書とかも図書館で行って借りていきみたいな感じだったんですけど、でも自然と弟とかも3人もいますので、なんか大学行こうちょっと夢見たことがあったんですけど、もう行けませんってなった時に、でなんかどうしようと思って芸能界に入って行ったんです。でやっぱりその私たち令和新選組って教育の完全無償化っていうのはもちろん掲げてるんですけど、授業料がただなのはこれも当然なんですよ。大学院まで無償化していきたい。で大事なのが学校に関わる備品、だって制服体操服義務教育やのに中学校行くだけで10万円ですよ。でこれなんかそういう話をすると、いやいや収入の低い世帯は申告したらそういうカバーもらえるねみたいな。でもやっぱりそういう線引きをされてると、なんかこう子供を学校行かすのにわざわざ収入ないんですって申請しにくい家もあれば、どうしても収入で漏れてしまう、なんかこうギリギリで生活されてる方っていうのはやっぱりしんどいと思うんですね。で普通に考えてやっぱおかしいんですよ。で私は制服とか体操服を近所の子のやっぱお下がりを着せられてたんですよ。子供ながらにやっぱりね、なんかね恥ずかしかったんですよ。でなんかお母さんとかには、まあ、贅沢言うなって言われたけど、やっぱりね人のものの新しいもの着たいし、で彫刻刀とか学校指定のものを今はちょっと分かんないですけど買わされたんですね。あとお裁縫箱とか、でそれも私は買ってもらえなかったんです。どうしたかって言ったら、おじいちゃんの使ってた彫刻刀を持って行かされたんですよ。かわいそうでしょ、本気ですよ私だけ。あの伝統ある、はい、もうバーン開けて、はい、そうですよ。でその時私恥ずかしいからどうしたかって言ったら、めっちゃこだわりのある小学生演じていたんですよ。でも私そんなもん小学生のピンク赤黄色はこんなに違うよ、本気やでっていう、危ないですよ普通に子供にそんなもん出すの。でもそれぐらいやっぱそういうこう何て言うんですかね、恥ずかしいなと思いながらも、本当はみんなと同じのが良かったんですよ。もうそんなん普通に考えて学校で使うもの貸し出しだったらええじゃないですか、なんで買わすねんって私は子供の時思った。もうそれこそやっぱり業者との癒着ですよね。そこに気づいた小学生ながらにやっぱ気づきましたね。なんでこれをわざわざここのやつを買わなあかんねんやろうって、そういうところも変えていきたいんですよ。他の諸外国はやっぱりそういういろんな家庭の事情があるの分かってるから、学校で使うものは貸し出す、しかも無償提供、まあ、制服がある、あるなしの賛否は置いといてですね、やっぱりその必要なものは国が保障していくっていうものが当たり前にやってるのだから、なんで日本を選んのかっていう話を、はい、ありがとうございます、はい、最後に私から聞いていいですか、令和新選組の看板を背負ってここ大阪から立候補する予定でございます。6月の参議院選挙、八幡愛という予定候補者なんですけれども、34歳で今大学に通っている。で、そのお金どうやって払ったんですか。話がちょっとすいません、はい、そんな私がですね、大学にやっぱり学びたいと思ったんですよ30過ぎて。でじゃあどうしたかって言ったら、まずはお金を貯めようと思って、入学金を貯めました。20万だったかな、貯めたんです。でもやっぱり授業料まで払えないんですよ。一気には1単位3万5000円ですよ。卒業124単位、計算してください。ストレートで取れると思います？何個かここしてるんですよ。もうそれぐらいかかってくる。でその124単位はどうしようかなと思って、教育ローンを申請しに行ったんですね。私大人やけど学び直したいから、ローンを申請しますって。そしたらお金貸してくれないんですよ。お金ないからお金貸してくださいって言ってるのに、いやいやあなた不安定な仕事してるから貸せませんって言われたんです。いかにこの国が学ぶということ、あと学び直すということに対して贅沢だと言われるか。で大人で勉強するってどういうことってまず聞かれるんですよ。結構面接とかして、で通帳の中身も全部見せて、これで本気で私は学びたいっていうのに教育論を追いなかったんですね。でも喜んでお金を貸してくれた人たちがいたんですよ。クレジットカード金利 18% バンバン貸してくれます。今だからそのクレジットカードのローンを組みながら大学に行っています。はい、これ無償化になったらいいのになと思いながら、はい、教育無償化、まあ、自分の身をもってこれはするべきだという話ですね、はい、ぜひ、ご注目いただきたいと思います。ここ大阪から参議院に令和新選組で立候補予定の八幡愛、八幡愛でございました。ありがとうございました。気分が勉強したいのに金利 18% 払わんとこれね勉強できないって地獄じゃないですか。出ますか。ありがとうございます。日本の教育どうなってんねんってことなんですけど、残念ながら国はドケチです。こちらご覧いただいているのは OECD、 いわゆる先進国グループと呼ばれるような時もあります。 OECD
その中で教育機関に対する公的財政支出、つまりは国がどれだけ教育に金出してますかってことなんですけど、なんと最下位なんですね。最下位、つまりは教育に金をかけないドケチ先進国ナンバーワンです。当然高等教育、大学、大学院に関しましても金どれほど出してんねん、 OECD の中で最下位だからこそ個人やその家族に負担がかかるようなシステムになってる。奨学金ですね、奨学金2人に1人、大学生の2人に1人が借りてる状態です。そのうちの6割から7割はこれ利息払わなきゃいけない。何のために利息払うかって、年間380億円のところに入れるやつがいるからこれ利息取るわけでしょ。払えなくてもいいんですって、取り立てるっていう仕事が生まれるから、サービスさん最悪じゃないですか。つまりこの国のその奨学金というシステムは教育を受けたい若者たちを食い物にするための金融商品として機能してるんですよ。それを始めたのは小泉の時代。終わってません。そんな国滅びますよ。残念ながら滅びかけてます。この状況を変えられるの政治だけやね、私はそう思うんです。なんとかしたい。教育に金を絞る者たちはそれ以外の分野にも金を絞る。最後に言わせてください。何を絞りますかってことなんですけど、これ自民党とズブズブ違うんかって言われているような建設関係に関しても大幅に絞り続けてるんですね。一般的には公共投資と呼ばれるもの、公共投資の中には公共事業も入ってる。例えばですけれども、96年48兆円だった公的資本形成、いわゆる公共事業や公共投資の、にかかってる費用ですね、48兆円だったものが27兆円まで、橋本内閣から小泉政権までの間で10年間で半減させてるんですよ。つまりはこれは何か物を作るためだけじゃなくて、その出したお金がさまざまな雇用を生んで、そのお金が社会に広がっていく上数効果、お金がどんどん波及していくっていう、一番分かりやすいのがこの公共事業だったり公共投資なんです。これを10年で半分に絞るってことは当然景気も悪くなるわけです。自分たちとズブズブと言われるような建設とかそういう世界に関しても蛇口を絞り続ける。もちろんそんな国は教育に対してもそのお金分野に関してもドケチ政策しか打ちません。こんなに減らしてる。民主党という人たちいましたね。民主党、コンクリートから人へ、そんなわけのわからんことを言ってた人たちなんですけど、彼らがいろんなものを削ったと思ってるでしょ。とんでもないですよ。奴らが削ったのは3兆円程度、もっとエグく削ってんですよ。今どうなってる。全国でコンクリートの耐用年数だったりとかがもう期限迎えてて、やり替えなきゃいけない橋とかトンネルとか道路とかいっぱいあるんですよ。出すとこには出さなきゃダメなんですよ。公共事業イコール全部悪って思ってる人もいるけど、そうじゃない。この国の雇用、社会にお金を回す、それだけじゃなくてみんなの生活支えるためにも必要な事業なんですよね。こういったところにもしっかり積極財政、私たちしていく必要があると思ってます。そのためには何が必要ですか。徹底した通貨発行ですよ。1年間の予算にプラスしてもう100兆円お金を出したとしても日本は破綻しない。私たち令和新選組は5年間の平均で 2% から 3% という成長率、インフレ率であるならばお金は出していい、そういう考え方です。1年間の予算にプラスして100兆円出せるだけの規模です。出ますか IMF、 お願いします。で、ね、どうしてそれだけのお金を出さなきゃいけないかっていう結論ですね。どうして出さなきゃいけないかっていう原因を見ていただきます。こちらご覧いただいているのは IMF です。 IMF のデータ、世界140カ国以上戦争、紛争を行っていない国々、そのデータをこのようなグラフ化したものです。で、中身が何かと申しますと、21年の間、政府総支出の伸び率、つまりは政府がみんなにどれだけ金出しましたか、その伸び率を見てるんです。21年間、日本どこにいます。140カ国並んでません、間引いてます。でも結果は一緒、見えます。日本どこにいてるか。21年間で政府が金出したものの伸び率どれぐらいでしたか。これなんです。1割程度なんです。ひどくないですか。皆さんにお聞きしたいんです。投資、お金をかけない者たちがリターンもらえますか。金もかけてないのにリターンもらえるなんてうまい話聞かないでしょ。当たり前ですね。21年間で1割程度しか伸び率上げてない、お金出してない、結果どうなりますかね。次です。 IMF
世界140カ国以上戦争紛争を行っていない国々のデータをもとに作られたグラフ、データをグラフ化したもの。21年間の間の名目 GDP の伸び率、21年間どれだけ成長しましたかという話。投資もしてないのにリターンをたくさんもらえたかな。日本どこにいます？21年間。こちらです。グラフにもなりませんよ。21年間の間にどれだけ成長しましたか。 2.8% ですって。そら貧乏になるわ、そら格差開くわ、地盤沈下するわ。勝ち続けられるものなんて一握りだけですよ。何、収入が少ない、だったら金融消費に手出せばいいやんみたいな狂った社会になってるんですよ。そうじゃない、国がちゃんとみんなが賃金もらえるような社会状況を作らなきゃダメなんですよ。そのための政治でしょ。そのための原資はどこから出すかって言ったら、国が通貨を作るんですよ。通貨発行権、日本だったら円、アメリカだったらドル、イギリスだったらポンド、変動相場制の中にあればお金は作れる、当たり前。25年の不況、そこに加えてコロナ、加えて戦争まで行ってる、そんな状況だったら今やらなきゃダメなんですよ。アメリカやりましたよ、コロナのためだけに800兆円ものお金、コロナの対策、加えて先々のインフラ800兆円、アメリカどうなった？コロナの前より景気上がってんす。上がりすぎてどうなったか、金利上げなきゃいけない状況になってる。これはお金を社会にちゃんと回して、賃金も上がり、物も売れという状況で、これ、物価が上がっていってる状態です。いいインフレ。これ以上社会にお金が流入しないように金利を上げるという政策を取ってる。一方で日本は25年の経済衰退、そこに加えてコロナ、そこに加えて戦争、でも大して金出さない、ケチり続けてる。どうなってるか、ずっとコロナ前に戻れない。価値が下がった日本と価値が上がったアメリカ、あなたが投資家だったらどっちの国のものを買う？当然アメリカでしょ。円を売ってドルを買う、円安は加速、それが今でしょ。何、どうやってこれ解決するかって言ったら、日本の金利を上げるなんて自殺行為やっちゃダメなんですよ。余計社会が痛む。やらなきゃいけないことは、日本の景気を上げる積極財政していくしかないんです。やることははっきりしてる、やらせてほしい、徹底的な積極財政、それをやれる、その処方箋をしているのは私たち令和新選組。どうか私たちに力を与えてください。あなたがこの国のオーナー、あなたが力を与えられる存在。山本太郎、バッジを外し次の参議院選挙に立候補する予定でございます。そして先ほど紹介しました大阪の八幡愛、八幡愛とともに今日はお送りをいたしました。ありがとうございます。でこの後なんですけど、皆さん少し時間が大丈夫だった方いらっしゃったら、山本太郎と八幡愛の間に挟まれて写真でも撮っていただけないですか。スリーショットです。そのスリーショット誰が得するかというツッコミ一切受け付けません、はい、いわゆる罰ゲームと同じような類でございます。どうか自由に写真を撮っていただいてネット上に上げていただければと思います。一緒に写真撮ってるっていう時間ないんだって方は勝手に写真撮ってください。ほぼ肖像権ございません。ただし撮った写真はできればネット上に上げていただきたい。ネット上に上げる時の注意事項です。令和新選組や山本太郎にとってマイナスのイメージがつくような投稿、それさえも歓迎します。歓迎です。なぜか社会変えるためには社会の中で活発に政治に対する議論されなきゃダメなんですね。でもこの国はそうなってない。だからあなたが気軽な気持ちで何かしらものを言ってほしいんですよ。それを見た友達が、あ、なんだこんな簡単に政治にものを言っていいのか、そういうものを目にした人がまた積極的に発言をしていくってことが広がっていけば社会が変化する速度早まるかもしれません。このような使い方していただきたいと思います。写真この後山本太郎と大阪の候補者候補予定者の八幡愛、この2人に挟まれて写真を撮るということをこの後場所を撮る場所ですね、写真撮る場所をご紹介いたします。その前に宣伝、簡単にできれば私たちのポスターを持って帰っていただけませんか。このポスター貼った途端に隣近所が随分冷たくなった、そういう話は聞きません。なので勇気を持ってお持ち帰りいただき、ぜひ貼っていただきたい。でですね、マンションアパートで壁がちょっと難しいという方はですね、お家の窓
内側から外側にふにゃふにゃやこれ内側から外側に貼っていただけますと壁と同じ効果をもたらします。どうか、こちらのポスターの方今私が立っております。ちょっと早いかな、天童動くの、天童動くの早いな。ありがとうございます。というわけで、そちらの店頭の方で後ほど、ポスター持ち帰りいただけます。そしてもう一つ、私たち令和新選組は消費税廃止を訴えております。で、国会の中だけじゃなくてこれみんなで圧力かける必要があるんですね。なので山本太郎は嫌いだけど消費税廃止にした方がいいと思われている方いらっしゃいましたら、ぜひ一筆だけでも腰から貸してください。15秒で終わります。よろしくお願いいたします。そちらの証明の方もあちらの店とポスターと同じ場所で、合計しております。で、すいません、令和新選組オーナー制度導入しております。いいですか。オーナー制度何かと申しますと、オーナーになっていただきたいんです。あなたに国政政党のオーナーになりませんか。令和オーナー、こちらはですね、年会費的なものが必要になります。で、もう一つタダのものがございます。令和フレンズタダです。登録のみでお知らせがたまに行くと、そういうものなんですけど、この両方には共通点があります。何か、今年の冬までに行われる令和新選組の代表選挙、現在代表山本ですけれども選挙があるんですね。代表選挙にあなたに投票していただけます。お金を払う方でも払わない方でも投票をしていただける、そういう仕組みです。で、この代表選挙は令和新選組の国会議員1名の推薦があれば一般の方でも立候補できます。つまりは山本太郎体制を倒すことも可能になるというですね、非常にアグレッシブな代表選を導入することになりましたので、ぜひ皆さんに楽しんでいただきたい、そういうことでございました。ありがとうございます。でですね、お知らせがございます。最後です。すでに令和新選組を支持してくださっている方にのみお知らせです。こちら私が持っている封筒ですね、帰り持って帰っていただきたいんです。すでに支持されている方だけですね。中身は何かと申しますと、総理大臣から預かってきた20万円が入った封筒でございます。広島でよくやられたやつですね。はい、あ、そう、ごめんなさいね、そういうのやってません、申し訳ございません。話が長いだけでね、ただ最後申し訳ないね、さっさと喋れてですね。こちらの封筒は何かと申しますと、公職選挙法、選挙のルールで許されたツールです。どの政党もどの候補者も使えるツールです。中身を開けてみると何かと申しますと、5枚のハガキが入っております。このハガキひっくり返すと宛名、宛先、電話番号は空欄になってます。つまりはあなたのお知り合い、お友達、ご親戚などなど、その方々の連絡先を書いていただいて、どうかあなたから一言のメッセージを添えていただきたい。そして書いていただいたものはもう一度この封筒に戻していただく、戻していただいた封筒のままポスト投函をしていただきたいんです。はがきだけ個別に入れちゃうと、もうこれ無効になります。ルールがあるんです。私たちの手元に戻ってきた封筒を私たちが郵便局の特別窓口に持って行って初めてこのはがきが使えることになるんですね。ややこしいですね、そういうルールなんで申し訳ありません。なのでぜひ、この令和のですね、令和のですね、このはがきどれぐらいの力があるかって言ったら、私が2019年の参議院選挙に全国比例で出た時に99万票の得票をいただいたんですけど、そのベースとなったのがこのはがきなんです。21万枚集まりました。あなた一人から横に広げていくためのツール、大きな政党に抗うためには非常に私たち重要視しているものでございます。すでに支持を決めてくださっている方にしか渡せませんが、あちらのテントの方でお渡ししたいと思います。よろしくお願いいたします。ではですね、これから山本太郎と八幡愛の間に挟まれたスリーショット写真会、ある意味での罰ゲーム、これからやってまいりたいと思いますが、どこでやりますか。立ってもらった方がいいかな、見やすい方が。赤い光る棒を持ったものがいます。で、ゆっくり動かれて、すいません、ゆっくり動かれてもらっていいですか。申し訳ございません。